ディ声優役者や脚本などマルチで活動させていただいております。鈴木まみです。さあ胸はないけど愛はある声優の森あゆです。ボリュームがオープニングと違いすぎる。本当ですか？聞こえてます？聞こえてないですかね。俺も自己紹介させて。音が濃い。あ、そうだ、漫画家の草木隆です。はい、これ音が濃いってどういうこと？音が濃い。すみません、最初にいいですか？はい、ちょっと。はいはい、何何？小さい。小さい。音小さい。スポンサーからのはい、コーヒーです。なんと今。なんかいきなり豪華な。あれ何それ？豪華な。これは牛乳、牛乳の。え、すごい。急にコーヒー来ました。声どうですか？ちょい小さい？これくらいだったら大丈夫？岡谷店長から、スポンサーからのコーヒーが。はい、今日はスポンサーからのコーヒー。めっちゃいい匂いする。何それは？何特別なの？これなんか特別コーヒー、ちょっと入れるように私に。なんかいい匂いする。あれ、いつもと違わない？これいつものコーヒー？ちょいちょいちょい、あ、ちょい小さい、オーケー、オーケー、オーケーって来てる。今ですね、早速、はい、深谷店長からコーヒーを持ってきていただきました。ちょっとね、なんかさあ、これが一体何なのか。これはい、これ一体何なのかって言いますと、ちょっとでもまあ、飲んでみますか。飲んでみますか。飲んでいただきましょう。音大丈夫、オープニングが大きいだけ。周りが静かなので聞きやすいです。はい、嘘もん、ちょっとまあ、ちょっとまあぜひね、ちょっとコーヒータイムね。まあ、早いな。ね、早速コーヒータイムに入ってるんですけども、うまっ、大丈夫、ありがとうございます。飲みやす、あっさりしてる、酸味もなく。そう、これですね、普段あの漫画空間でお出ししてるコーヒーと違うんですよ。違う違う、漫画空間はもちろんうまいんだけど、はい、今回ですね、あ、飲み来てください、ぜひぜひ。こちら、じゃーん、美味しいよこれ。株式会社ニコがいつもあのドリップコーヒーをですねプレゼントさせていただいてると思うんですが、美味しい。今回こちらです、ついに第2弾。よー、北条司先生のサイバー寮の、はい、あ、こちらのドリップコーヒーです。飲みやすいよ、すごいいいよこれ。これを前にですね、スポンサーから第2弾ができたんだぜっていうのをぜひ皆さんにいち早く知っていただこうということで、これなんかまたプレゼントあったりするのかな。そう、あららら、かっこいいでしょ、かっこいいでしょ。美味しいよ、すごい飲みやすいよこれ。ちょっとこれいいんじゃない、なんか出ましたね、画像が。コーヒー初心者にもいい感じの。そうなんです、北条先生の。いや、これはあの前回のアネックスの時にお知らせしました、北条先生が5つぐらいこう候補を出した中の1つを飲んでいただいて、まあ、1つ決めていただいて。これだって今日発表でしょ。そうです、まさについに今日発表でしょ。今日発表しました。 XYZ だよ。うわー、やばー。サイバリオがですね、さあさあ、新しいパッケージで発売されました。はい、株式会社ニコさんがですね、東北復興の応援事業の一環としてパッケージを書いていただいた漫画ドリップコーヒーっていうことだよね。はい、そういうことですね。うん、何？まだ発表前。まだ発表前、フライング発表なの？え、前回フライング発表してたよね。なるほどね。あ、18日に正式発表なんです。え、何？大丈夫今？そう、ダメなんだよね。あ、ダメ、ダメだ。もう言っちゃったものはしょうがない。何？だって出しちゃったよ、しかも今。何？いいの？悪いの？はいはいはい、海坊主、そうですね、海坊主は確かにコーヒーのマスターですからね、喫茶店。すごい美味しいよ。こちらが今度から18日からですかね。あ、18日発表されて、なるほどね、18日が発表なんですね。リリース、もういかにこの番組がドタバタ、ね、集まってるかっていうのがもう丸分かりだね。あさって18日に発売するコーヒーを先行でうちらは飲めてるっていうことですね。そういうことです。すごいあっさりしてるよ。18日に発表されて発売期間は20日からなんですね。4月20日なんだと。ちょっと待って待って、台本と違う。先行販売18日にインターネットで先行販売する。22日火曜日に、うん、漫画空間公演時点含めて、うん、全国一斉販売。あー、なるほどね。なるほど。ってことは私の番組で今日ネット販売開始だよって言えばいいんだよね。金曜日21時から万空城学院よろしくお願いいたします。すごい、うまいですね、レイさん。もうなんかオープニングから宣伝だらけですいません。でもこれもうね、うん、でもこれ美味しい、すごい。そう、早速ね、副店長が入れてくださって、はい、すごいあさりしてるから、バタバタしてるね。前回は筋肉マンでしたからね、ゆでたまご先生の筋肉マンが止まらないパッケージでしたけども、今回はサイバー量が、はい、そうですね、ということで、これいくらなの。こちらが、うん、よいしょ、税込み送料別で、1個150円、10パック入りで1450円。ちょっとお得ですね。あら、10パック入りで早めに買わないといけないんじゃない、これ。的な味してるしな、うんうん、あ、1パック 10g も入ってんだ、めっちゃいいじゃん。大体 8g とかなんだよね、
ね、あ、そうなんですか。いっぱい詳しい。詳しいっすよ、ね、コーヒー通が言うとなんか真実味があるよね。よかった。何でもいいから飲んでる俺が言ってもなんかこいつ宣伝のために言ってんじゃないかみたいな感じがすると思うんだけど。いや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 、美味しい、すごい美味しい。でしょ、美味しいですね。私普段ブラック飲まないんですけど、そう、すごく飲みやすい。そう、すごい飲みやすい。びっくりした今。うん、これさ、提供の話とかしていいのかな、うん、ここは読んで大丈夫なとこかな。大丈夫ですよ、多分。はい、厳選したコーヒー豆を自家焙煎で提供する徳島を代表するカフェ、徳島コーヒーワークスさんから、うん、はい、はい、ブラジルイエローブルーボンや深入りにしたコロンビアサンチェアリオの豆をブレンドしたワークスオリジナルの大地のブレンドをドリップバックにしています。大地のブレンドですって、これね、うん、でさっきあの言いましたけど、北条先生に試飲していただいた中から決めたものということで、北条先生にもう試飲してもらった、うんうん、らしいですよ、はい、これだみたいな。めっちゃシティハンターな、うん、そうです、海坊主のパテンで出るような感じの味、はい、皆さんそれを再現されてるものかもしれませんからね。そうかもしれないよ。ネットでも楽天にあるホームページから買えるんだね。あ、そうですね。ね、はい、はいはい、まあアネックスのツイッターとかでぜひぜひいろいろと、うん、あのね、発売開始の時に、はい、できればいいと思いますので、はい、なんと漫画空間でも発売が決まりましたって書いてあるよ。さっきのあの同時発売っていうか、あ、なるほどなるほど、はい、すごいね。はい、漫画に来ればね、はい、漫画空間に来ればいいということで、はいはい、漫画空間、うん、名古屋にもございます、うんうん、名古屋大津店、そちらの漫画空間でも発売されるということで、おー、はい、いろんなとこで。そうなんですよね。え、なんか他にも買えるとこあるみたいだよ。そうです、4つほどありますね、ラトリエ・ドゥ・シュエ、ラトリエ・ドゥ・シュクルさん、うん、はい、こちら東京都江戸川区北小岩 6-5 ラトリエ・ドゥ・シュクルさん、コーヒー屋さん、コーヒー屋さん、コーヒー豆屋さんなのかな。はい、ケーキ屋さん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 だった。ケーキ屋さんで買えるの。ちょいちょい 福山さんがいろいろと教えてくれる、ね、教えてください、ね、はい、はい、コーヒーティー、ティーなんだ、徳島県徳島市寺島本町西1丁目61徳島駅クレメントプラザ B1 徳島駅で、あ、徳島駅でも買えることができる。コーヒーティーってお店らしいんですよ。お店なんですかね、はい、はい、そして徳島、はい、コーヒーワークス、うん、山城ですかね、うん、山城店、うん、徳島市山城西 1-7、うん、はいはい、はい、こちらと、徳島コーヒーワークスこの部店、うん、徳島コーヒーワークス結構転送してるわけ ね、 うね、いろんなところにね、徳島コーヒーワークスさんの山城店とこの部店さんで行われているということで、ぜひぜひ気になった方はですね、ぜひぜひですよ、はい、チェックしていただければ、うん、コーヒー初心者も飲みやすい、飲みやすいね、コーヒー初心者って苦いっていう、はい、こちらですね、あの収益の一部はもちろん、はい、あの東北大震災復興応援を応援する日本応援プロジェクトの活動に充てられますので、はい、ぜひ買って貢献してください、はい、貢献してみてください、はい、よろしくお願いいたしますよ。さあさあ、そんなコーヒーをですね、長いです、ね、楽しみながら、はい、ゲストはどうした、ゲストは取扱い協力店も募集中ですということですね。さあさあ、さてと、この、あ、なんかさ、はい、出てるよ今日、漫画テレビサポーターズクラブ会員募集中っていうのが書いてありますが、そうですね、一番下に書いてありますね、はいはいはい、これ今ね、1ページの一番下に行ってみた、かしこまりました、はい、はい、前回お知らせいたしました、はいはい、こちら漫画 TV サポーターズクラブ会員ですね、はいはい、これなんかあの前回お知らせした後に随分応募が来たということで、うん、殺到したということで、作家さんのオリジナルグッズとかもらえるんだから、だって欲しいよね。それは欲しいですね、確かに、うん、はい、まあ、何でもですね、あの、はい、ニコのお偉い方が、先ほどお偉い方がですね、先ほど、ね、天の声みたいな感じで、ね、はい、言ってくださったんですけど、漫画 TV、このチャンネルですね、漫画 TV の公式ホームページを作ることを決めたということ、はい、あららら、公式ホームページですか、はいはい、こちらですね、番組の後半で詳しくお知らせしていこうかなと、はいはい、ね、まあまあ先にこう、ね、この人呼んでこういう、これを話していかないといけないわけですよ、そうですね、はい、というわけで次のコーナー行きましょうか、はい、早速行ってみましょう、せーの、マンガさんとトークス、はい、あ、そうです、私たちはですね、一度出なければいけないです、まず先生お待ちです、その間に私は牛乳を食べる、はい、牛乳を入れる、そしてはい、奥こっちかな、はい、いらっしゃいませ、ちょっと、はいはいはい、一番マイクのそのぐらいで、はい、こちらに、は
ありますですよ。さあ、ノリアお願いしますよ。はい、それでは早速ご登場いただきました。現在、日本文芸社コミックヘブンで、はい、先生、このタイトルがですね、なんと歌って出てこなかったということなんですけど、はい、今、コミックヘブンではどういったタイトルの漫画を？ラブコメ彼氏と18禁彼女。ラブコメ彼氏。これだと18禁彼女。あ、出ましたね、こちらのほう。はい、そして最新コミック。最新コミックスエロマンカッコカリア短編集雪の板町が大絶賛発売中でございます。そして面白いっすよ。はい、週刊少年ジャンプひそかリターンズが代表作、アニメ化された7か17分の6が3月末よりコンビニ版も発売された矢上健先生ですよ。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。はい、さあ、いろいろとお話を伺っていきたいんですけれども、はい、先にですね、早速、はい、株式会社ニコが行っている東北甲子園のための応援イラストボードにですね、はい、矢上先生に生書きをしていただきたいと思います。そうですね、早速、はい、早速、はい、よろしくお願いいたします。すいません、はい、おお、下絵が入ってます、入ってます、下絵が、はい、はい、あの、全然置いていただいて大丈夫です。はい、はい、今回ですね、もう先生にもあの早速、はい、書くところを、はい、はい、そうですね、はいはいはい、下書きをすでにしていただいております。はい、手元カメラを出しましょうか。じゃあ、あれかな、鈴木さんが撮る、はい、私から写しますか。右利きですよ。 OK です。 OK です。おいおい、おい、カメラ、カメラを、じゃあカメラ動かします。ちょっと揺れるかもしれないですよ、気をつけてください。鈴木さん大丈夫？はい、 OK ですよ。では私の方からマミネージカメラでいきたいと思います。揺れたらごめんね。どっか一箇所体に当てて向けると。あ、なるほど。あ、ここ、こう、これでどうですか。あ、これいいんじゃないですか。私これ、おおお、なんかいろいろ教えて。揺れたらごめん。はい、じゃあ書いていただければと。あ、そうなのか。はい、書きやすいますよ。いただきまして、てまさに今ちょうどですね、今日ね、ドタバタでね、はい、先生来たの、今来たばっかりですね。はい、今日ね、手元カメラないのは黒幕が AC アダプターを忘れたので。なんだっけ。ああ、ああ、あれや、黒幕。いやいやいや、ちょっと出てこい。びっくりした。はい、下書きがすごい綺麗なんですけども。そうなんですよ。ぜひですね、うん、姉さんにカメラを回していただいて、皆さんこれをぜひ生で描いているのをですね、見ていただきたいと思います。はい、描いていただいているのがひそかリターンズの、はい、はい、ひそかですね。はい、描いていただいておりますよ。描きながら喋るのは無理な方ですね。無理ですね。あ、もうじゃあ先にゆっくりと。あ、じゃあなんか全然描いていただいて、はい、横で勝手な話をした方がいいわけですね。はい、橋島ひそかに今、うん、あのペンを入れをしていただいております。はあ、名前ですね。橋島ってね、変わった名前だよね。そうですね。あれかな、軍艦島とかと関係あるのかな。それ知ったのは最近です。あ、そうなんですね。へー、そう、橋島って書いて、橋島って書くんですけど、軍艦島の本当の名前で。そうなんですか。うん、大、なんか多くの漫画家さんはね、そう、廃墟好きだからね、軍艦島のこととか興味あるんで。はい、ひょっとしたらそこが、ね、元ネタなのかなと思ったけど、そうじゃなかった、ね、そうではなかったと。さあ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 、という書いていっていただいている間にですね、うんうん、はい、矢上先生に質問などあればぜひですね、皆さんこの今現在のニコニコのコメントや、またですね、ツイッターなどでぜひ皆さん質問などをつぶやいていただきたいと思います。ツイッターはですね、番組公式アカウント、あ、番組公式アカウントのアットマーク漫画アンダーバーアネックスをフォローしていただきまして、番組を見ながらハッシュタグ漫画アネックス、ハッシュタグプレゼントをつけて矢上先生の質問などをツイートしてください。お願いします。はい、番組後半の投稿コーナーの投稿者とツイートしてくださった皆さんと合わせた中から抽選で2名の方に株式会社ニコプロデュースの、こちらはまだ筋肉マンでよろしいですかね、筋肉マン、どっちにしよう。両方します。お、両方、なんと先ほどあの告知いたしました、サイバリョウのドリップコーヒーありましたね、うんうん、あちらと、そして筋肉マンのイラストが入ったマンゴードリップコーヒー10パックを、プレゼントいたします。はい、そしてですね、最後に矢上先生に、何々に何々をいただいてプレゼントいたしますので、ぜひ皆さん最後まで見ていただきたいなと思います。と言ってる間にですね、先生に
どん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 ペン入れが進んでおります。今日はね、ナチュラルで BGM がかかってるけど、はい、この放送の方も聞こえてるかな外なんですよ、ね、外でね、演奏してるんだよ、うん、この今来た質問は先生に対しての質問でいいのかな日曜の朝のアニメで好きなのは何ですか、なぜその話題にした先生は今書いてらっしゃいますからね、オタクと見込んでっていうことかな、はい、そうですかね。でこれちょっと後で先生に聞きますよ、その間に私が答えましょう、プリキュアですプリキュア見てるんだ。プリキュア好きですね。で最近見てるんですけど、姪っ子が今大ハマりしてるんで。マスタロー、マスタロー、マスタロー、ね、朝早いんですかあれ。朝なんですねあれ。そっか、松平健さんがやってらっしゃるんですよね。父は哲也先生の、ね、はい、ライフワークと言われた作品ですね。今放送始まって松平健さんね、あ、6時30分にやってるんですか。6時半早っ。ちょうどね、我々この間千葉先生と会ってきたよね。そうなんですよ、うん、そうなんです、ね、私サイン色紙いただいちゃった。そう、時間がないから俺もらえなかったんだよなんでバッチリね、いただいてしまった。ここね、のお店にもいただいたんでね、はい、千葉先生のサイン飾ってありますんで。そうですね、のぜひお店にもなんか見ていただければ、はい、気になったら新人漫画家さんに向けての言葉がね、うん、サイン色紙に書いてあるんでね、はい、それ見てちょっと拝むといいと思うな。はい、ぜひぜひ見てください。はい、お、先生早いですね、ペン入れ大丈夫ですか先生、あの机に置かずに書いて大丈夫ですか。まあ、これ抱えて書いた方が書きやすい。へえ、先生によってこう書きやすいあるんですね。おお、早いすごい。切ると皆さん画面の方に今発信しますひそか、はい、映ってるかと思います。綺麗なのがあるんだ、はい、汚い線でいいのか。いや申し訳ない。お、ちゃんと消しゴムかけてくださいですね私も原稿やらなきゃね。そうなんですよ、原稿、うん、お、じゃあ消しゴムかけをしている間先生、はい、男キャラと女キャラどっちが描くのが楽しいですかという質問が、まあ、女キャラ、あ、そうなんですか。女の子キャラクターですって、うん、好きっていう面じゃ女のキャラクターを描く方が好きですか。描く方あ、そうか、女の子描くのってこうめんどくさくないですかうーん、でもなんていうか、あ、うまく描けたなとか思えるのが、まあ、満足感、あ、なるほどなるほど、それはわかりますね。成果があるんですね、男はね、気楽に描けるんだよね、うん、へ、そんな気女の子はすごい気を使って、もうわずかな線の歪みも、ね、ないようにみたいな感じで描かなきゃいけなくて、じゃだからこそこう描き終わった後に達成感があるんですね、うん、お、というところに、はい、先生が僕がどうですか、どうですか、ぜひこの後にですね、あと先生、サインを紙ベタ入れなくていいですか。はい、お、紙ベタもなんと大丈夫ですか。巻き入れ生で紙ベタも入れていただきます、うん、これで何キャラ目、すごいですね。今ボードは結構なキャラクターになってますよ。10回ですからね、今回がどこまでやるんだろうねで、なんかこれ始めようって言い出したの俺だけどいやー、埋まるまでですよ。おお、すごい、生ベタですね。はい、キャラクターの人気投票なんかもやりたい。皆さん、どのキャラクターが好きなのかって感じですね。おお、今私もベタをこの間、ね、うん、マミ姉さんの番組で、うん、習って、うん、はい、全然うまくできないんですけど、ベタって習うものなのか。隅の細かいところを先に塗るとね、大雑把なところは比較的塗りやすい、はいはい、あと、はい、サインをぜひ入れていただきまして、さあ、ここで矢上先生のサインを入れていただいて完成となります。はい、ありがとうございます。なんかこの方、日にちも、あと日付を先生にサイン入れていただきまして完成でございます。めんどくさいことですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、姉さん、どんと、はい、
シジミがひそかですね。完成全体図で姉さんだーと。ひそかリターンズとナナカではどっちが思い入れがあります？うん、いやそれはちょっと単純に比べられないですね。うん、そうですよね。うん、ナナカはすごいヒット作だし、ひそかリターンズはやっぱ最初の連載になるんですかこれ？そうです。ですよね。うん、いい仕事したんでしょう。初カメラでしたからね。もう全然喋らなかったね。そうだった。真面目にやりましたよ、私。さあ、これでちょっと監督の道も開けたところで、さあ、次の話行きましょうか。いろいろ先生の話を伺っていきたいと思います。はい、そうですね。はい、先生、ちなみに、うん、この話ってお聞きしても大丈夫ですか？まあ、簡単なそうです。はい、あ、ここに行ってるのね、今。はいはいはい、いろいろ、はい、先生にお聞きしていきたいなと思うんですけども、はい、なんと、うん、初めに先生がはがき職人だったと。はがき職人、はい、今はなかなかもう言葉が聞かなくなってきた、はがき職人、ラジオとかにやるやつね。そうですそうです、投稿するやつでしょ。はい、元ははがき職人だったというふうに。はがき職人から漫画家になったわけですね。そうですね。あんまつながらない。全くないことはないだろうけど、まあ並列する話ですよね。ああ、なるほどなるほど。はがき書いてて、そこからスカウトされたというわけではない。あ、そういうわけでもないですね。まあでも面白い発想を持ってる人じゃないとどっちもダメっていうもんではありますよね。そういうイメージすごいあります。すごい試行錯誤しないとなんか、ね、読んでもらえない感じもしますけどね。はい、結構すごいですね。というところですね。演出から何ですか？その先生がですね、はい、応募していた科学職人というものも、はい、あらら呼ばれていたものの、はい、ジャンプ放送局。ジャンプ、これ昔ジャンプの巻末にあったやつですね。あの読者投稿コーナーで。あ、はい、通称 JBS。今ないの？はい、今はもう、あ、いや、あることは読者投稿みたいなやつ。読者投稿です。そうです、はがきでネタを送るみたいな。あ、そうなんですね。はい、そうなんだ。これは演出すべて読めばいいんですか？はい、読みます。1982、通称 JBS、はい、1982年10月から1995年12月まで週刊少年ジャンプで連載された読者投稿コーナー、構成担当はその後桃太郎伝説などのゲームを作ったドラクエ、堀井雄二氏の友人佐久間明先生ですね。はい、読者投稿コーナーなのに多くの連載漫画より人気があったということで、はい、ちなみにイラスト担当は土井隆之さん、はい、その後もですね、佐久間さんと、組桃鉄などのキャラを描いてらっしゃいます。本になったりもしてましたよね。そうですね、はい、コミックス化、読者コーナーなのにコミックス化されたと。なってました。すごい。そうです。で、矢上先生はなんと、7代目チャンピオン。じゃあもう、矢上先生そこをチェックね、ファンはそこもチェックしないと。そうですね、ぜひぜひ。そこも読んでなきゃマニアとは言えないかもしれない。文明サンタというペンネームで参加していらっしゃったということで。そうだったんですね。知らざられる過去が。桃鉄は何とか言えばそんなことですか？そうですね。ジャンプ放送局はコミックスにもなったっていう、結構異例ですよね。すごいね。あれでね、人気負けるとショックですよね。連載してる側としては。そうですよ ね、ジャンプだとグラビアとかないから。確かに漫画が他のものに負けちゃいけないんだよ。あ、そうですよ、確かにそうですよね。コミックスが10万部以上売れたと。え、すごい、すごいですね。めっちゃすごいじゃん。なるほどね。いくつかの単行本は負けてるな。そんな。そっから、はい、いいよ、何、漫画投稿、はい、そっからどうやって漫画か、はい、そっから漫画投稿並列するはずです。やりながらやってたわけですね。いや、はい、やってた時期は重なってないですね。あ、そうなんですか。ほら、
意外じゃあ、はい、和楽器やってたの僕高校から大学入るあたりまでで、その後大学を2年ぐらいで中退して上京してるんですよ、はい、あ、そうなんですね。上京してしばらくはまあバイトとかで食いつないで、うんうんうん、はい、じゃあデビューするまで何年かあるわけですよね。ありますね。持ち込んだの確か26ぐらいだったので遅い。そうなんですね。遅いですね。うん、そう、僕のウィキ見るまで僕の方がだいぶ年上だと思ってたらほぼ同じぐらいっていう。で、始めるのが遅かったんですね。じゃあ遅かったです。そうなんですね。それまで漫画家になろうと思ってなかったんですか。いや、思ったからこそまあ上京したので、はいはいはい、なるほど、まあ、なかなかその辺は意志が弱く意志が弱い人ジャンプで漫画家できないですから。できないっすよ。まあ、だから期限も決めて、まあ、26、7あたりまでにデビューできんかったら無理だなと。あ、うん、そう、期限決めるって大事ですよね。いや、わかります。どこまででダメだったらもう死のうとか死のうとか死のうとか話がでかい怖い子に重くなってきて、いや、まあ、死のうはともかく、うん、ここまでだったらダメ、もう諦めようとか、そう、漫画家になろうって決意するっていうことは、うん、どこでやめるかも決意しなきゃいけないってことだから、本当に難しいですよね。そのなんか、自分との戦いというか。もうあれですか、矢上先生は初めからジャンプにもう漫画を投稿しようって思ってらっしゃったんですか。そうですね、うん、まあ、うん、ジャンプっ子だったというか、おー、そうなんですね。一番面白さが分かりやすいというか。へー、あー、なるほどなるほど、うん、自分の描きたいものと合った雑誌の系統があったみたいな感じですね。作品の傾向から言えばジャンプの王道とは違いますよね。うん、そうなんですけど、自分なりには、うん、故に隙間産業としてありではと。ああ、なるほど。ないもの、ないもの。あ、ちょっと分かります。僕がジャンプに入れたのも多分ジャンプになかったものだからだったんで、うん、こう今のジャンプと比べると当時のジャンプって常に新しいものを求めてたんで、ジャンプらしさイコール他にないものだったんで、うん、でしたよね。そうですね。だから北斗の拳があるかと思えばキャプテン翼があり、ドラゴンボールがありって、全く違うものが次々と出てきてた時代だったんで、自分と皆さん他の作家さんとどう違うと分析してました。なんだろう、まあ、当時のジャンプの漫画の必勝パターンで必ずバトル君なるんですけど、あ、確かに、はい、はい、バトル戦でもええやん、うん、なんかすごい能力持ってるけど、うん、持ってるけど日常の話の方が面白いんじゃない、うん、っていう、うん、そうね、簡単にそういうなんか強いか弱いかとかやるんだったら全部同じ漫画になるから、うん、自分はそっち行くまいと、なるほど、そこでターンズの話の中で確かにバトルものにはしないみたいなことは、あ、ね、はい、書いてらっしゃいましたもんね。なんか探偵とかやり始めて、あ、いよいよ来るのかなとか思ったら来なかったですね。まあ、そうですね。その辺はまあジャンプゆえなんですけど、本当に単純に面白さ、面白いものから順位つけて、うん、上の方しか残らないっていうのがあるから、まあ、ほのぼのした日常漫画描いてようと、はい、もうバリバリにバトルしてる漫画だろうと同じ土俵で比べるんですよ。そうですね。なるほどなるほど。ラブコメだったらラブコメ枠で常に残しておこうっていうことは出てないんですよ、ジャンプでは。同じところで、これでもあんま知られてないですけど、実はこっそりスポーツ枠があった時代とかあるんですよ。あるんですか。人気と関係なく残ってた漫画も実はあるんですよ。それは知らなかったです。某、ね、有名な作家で本当は人気最下位あたりだったけど、うん、長期間残ってた漫画っていうのは実はあるって僕らも知らなかったですけどね、はい、ジャンプ作家自身もそれを知らなかったんだけど、うん、実はあったっていうね、うん、今あるかどうかは知らないですけど、うん、まあでも他の雑誌と比べればもう明らかにね、もう人気が全てでしたよね。そうですね、常に担当はジョジョと比べるんですよ。ジョジョと何なんでジョジョと、いや、まあ、担当がジョジョも担当してたからってことで、そうか、ダイレクトに比べられるから、こじんまりした面白さついちゃってんじゃなくて、ジョジョもっと大胆だよっていう、すべての教育者に言いたいけど、比べるの人を育てたかったら人と比べちゃいけない、うん、誰々の方が頑張ってるわよとか言って絶対ダメ。やだやだ、そんなこと言われるの、ね
確かに、うん、だから日本中の、ね、編集者さんにもねお願いしたい、誰々とどうとかいうのはやめてください。本当ですよ、個人だけ見ていてください。そうそうそう、作品をもっと良くすることだけ言ってください。そうですよ、本当に。アンケートの3番目に面白い漫画にはバトル以外を選ぶ人が多い説なんていうものもありました。あ、やっぱそうなんだ。でも確かに3番目ぐらいになったらそういう気がする。そうですね、まあ、バトルバトルバトルっていう3連続で好きっていう方はなかなかいないのかな。そうだよね、ギャグも読みたいよね。読みたいですよ ね、 そうですね、ちょっとまったりしたものも読みたいあるよね、あるある。今現在ヒソカリターンズは J コミで無料で見ることができますので。無料でっていいね、はい、無料なんですよね、J コミね、パソコンでね、見れるんでね、見ることできるんで。スマホでも読めるのかな。スマートフォン、ね、スマホだとちっちゃいか、ちょっと。そうですね、そうですね、一応読めますね、とちょうどいい感じで、そうです、ね、はい、読めますので、気になった方はぜひぜひお願いします。読んでいただきたいです。先生、いや投稿をしてすぐに担当さんがついたというか、すぐに賞を取ったみたいな感じなんですか。そうですね、すぐに賞、そうです、最初に持ち込んだやつが、その場で見てもらって、まあ、酷評されたんだけど、まあ、とりあえず賞には回しとくわ。すごっ。あれ、それが佳作になったコップステップショート。そうですね。買った単行本に載ってるやつですよね。すごいそれ。剣道のやつ。うん、そうですね。サボテンの。そうそう、それそれそれ。すごい。そんなことあるんだ。そう、そこで、一応こう佳作として、まあ、受賞されて、3年後にヒソカリターンズが始まったっていうことなんですけど、その3年の間ってどこかにアシスタントさんに行ったとか、そういうのあったんですか。やってないですね。すげえ。ね、普通だとなんか賞取って東京にいたら、あそこ行けここ行けって言われると思うんですけど、そのイメージ。僕は言われましたよ。あら、まあ、小遣い稼ぎに行ってこうみたいなね。まあでもね、そうですよね。もう賞ってもう連載はほぼ確定とはよく言わなくても、決まってる状態みたいな時でも、もう小遣い稼ぎにちょっと行ってこいみたいなね。あとはどういう風に連載するかっていうのを見てこいっていうことになって。ああ、なるほど。で、何箇所か。スケットで行ってって、僕もだからレギュラーでは入ったことないんだけど、3、4カ所ぐらい、連載始めに3カ所行ったのかな。でも矢上先生はもう自分でひたすら書いてみたいな感じで、アシスタントに行くにはそのアシスタントの技術が必要なんですけど、あ、そうなんだ。ないんですよ。背景が描けるの、きっちり描けるとか、そういうそんなものは俺にもなかったですね。へえ。そうだな。持ち込んでしばらくはジャンプじゃないところで連載してたんです。え、そうなんですか。ジャンプだけじゃないんですね、デビュー前は。漫画商業誌ではジャンプなんですけど、野球雑誌ってあるんですよ。その中で過去の名選手を紹介する漫画みたいなのがあって、面白い、そういうのをやってたんです。そうなんですね。すごい。野球は好きなんですね。というわけではない。ないんだ。ではなかった。違った。そういう流れかなと思いきや、そうなんだ。いや、そう言われてみればその後別に野球作品に出ないですもんね。そうですね。そうなんですね。すごい。アシスタント、これはどこから攻めていくか難しいと思う。すごい広い。広いぞ。ヒソカリターンズのお話をですね、聞いて、またさらにお聞きしていきたいです。でもアシスタント歴がないと、アシスタントを使うのが大変だったんじゃないですか。漫画描いてる友達が何人かいて、その現場は一応見てるんです。ああ、なるほど。その、まあ、手伝いに行ったりとかもそこはしてる。じゃあどういう風に指示出すかみたいなのは、そんなに迷わなかった感じですか。まあ、ある程度は。まあ、でもなんか作品いろいろ読んでると、アシスタントの方が偉そうだったりみたいな話も出てきますけど。まあ、あれはギャグですか。どうでしょうね。あ、出てきましたね。あれが真実なのか。いや、自分の場合は、なんだろう、まあ年齢が結構上になって始めたっていうのはあるかもしれないですけど、そんなにアシスタントが偉そうにすることはなかったし、そもそも仕事中は自分の絵を描くの精一杯で、あんまりこうコミュニケーションを取れないという。
すげえ、これを聞いてね、の疑問に思った人いるかもしれないけど、のアシスタントの中には来た途端に先生とタメ口を聞きたがるやつとかいるんで、うん、なんでなんで怖い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 、特に年齢近いとね、うん、うちにもそういうの来たよ、そうですね、雇用関係は何だと思ってるんだみたいなね、いや本当だよ、頑張ってんのもこっちゃうんですよね、うん、まあね、漫画を描く人そんなに礼儀できてない人まあまあいるんでね、もったいないわ、そうだとありえないでしょ、ありえないですよ、挨拶できなかったらもうむしろ上に上がれないですね、はい、はい、はい、これ何、これ聞いていい、この辺、はい、どうぞ、野球漫画はどうやって始まったんですか、その何始まり方、うん、お仕事どうやっていただいて、ジャンプの前のやつですね、はい、漫画を描いてる友達がいたんですけど、はいはい、彼がもともと僕の前にそこで漫画描いてたんです、あ、じゃあご紹介みたいな感じ、そうです、その彼がマガジンでデビューするからっていうんで、はい、うんうん、後釜を探してる、うん、やないかいっていう、つながりすごい、つながり大事だよね、大事ですよね、これ大事大事、この世界大事、そうなんだ、ただまあ僕はその月刊ジャイアンツっていう雑誌だったんですけど、うん、ジャイアンツのファンでもないし、野球詳しくないから原作つけてねっていう、いろいろこう、うん、選ぶのは条件つけて、で受けたんです、うん、どなたか言っちゃっても大丈夫なんですか、あ、名前言える人ですか、あ、その、はい、紹介してくれた荒木仁志って、この彼も J コミで読めます、荒木仁志先生ですよ、やっぱスポーツ漫画はスポーツ漫画好きじゃない人に書かせた方がヒットするという説もあるって書いてある、知らないからこそ面白いのかな、マニアが書いても面白いけどね、あ、まあ、逆に一般向けなものになるんですかね、だからどっちかだろうね、中途半端が一番まずいんじゃないかな、確かに知らない人が書いた場合は、うん、の読者と一緒の目線から調べて書くから、うんうんうん、分かりやすくなるんだよね、それ確かに、でも水島俊二さんみたいなもう超野球マニアが書いたら間違いなく面白いし、うんうん、そうですね、大きく振りかぶってとか、うん、本当に、はいはいはい、細かいとこまでよく知ってる人が、うんうんうん、こう細かく説明してくれるゆえに面白いっていうこともあると思うんですよ、うんうんうん、初めの人とかもそうだしね、うん、あれもマニアが見てもね、うん、もうちょっとフォーム直そうかみたいな話だもんね、すごい、水島真嗣さんの野球漫画見てプロの野球選手がフォーム直したっていう話はね、うん、よくあった話らしいから、そうなんだ、すごいな、奥深いよ、スポーツ深いですね、大きく振りかぶっては細かすぎて逆にすごい情報量いっぱいになるでしょ、すごい細かい、こんなこと考えてんだって、そうね、確かにすごいですよね、うん、ラブコメ書くのは、うん、DT の方がいいのか、女遊び、これ読んでいいのかな、私とっさに読んだだけですね、かダメか、はい、女遊びしてた方がいいかっていう話どうなんでしょうね、これもだからどっちかじゃない、めっちゃ遊んでるか、そうですね、だから全然知らなくて夢として書くと、それはそれですごいなんか女性の憧れみたいなものがすごいこう染み渡る作品になっていい作品になるし、うんうん、やっぱどっちかがね、必要どっちかだよ、うん、極めてる、どっちですかこれを答えて、どっちだろう、なんだろう、恋愛初心者の心を忘れず、うん、経験を積むみたいな、一番いいやつじゃないですか、さあ、はいはいはい、というところですね、はい、そこ広げないの深松先生はどっちですかって思ってる、誰やいいのかこれ、はい、どっちだろうね、先ほどから出ているひそかリターンズ、はいはいはい、ご存じない方にですね、はいはい、ザクッとあらすじを、うん、はい、ご紹介いたします、うん、はい、今先ほどお伝えしました、うん、J コミで前回読めるんですが、うん、まあ、どんな作品かと言いますと、はい、1995年10月号から1996年19号まで約1年2ヶ月、連載されておりました。内容は大きく2部に分かれております。第1部が転生編、はい、高校教師橋島ひそかは同僚の星崎リトにプロポーズした当日、子供を助けようとして川で溺れて死んでしまう。しかし通りかかった僧侶トラウマにひそかの魂が呼び戻されて、溺れた少年鳴上源五郎に魂を移し替えられる。ひそかは鳴上源五郎として生き直すことを決心して、もう一度リトと恋をするためにリトの学校に転校するというのが大体作として一部と言っていいでしょう、はい、はい、
そして第2部が異能探偵バトル編ってなって異能探偵バトル編バトル編こっから、ね、こっから、ね、そこまでバトルは入ってなかったですね。でも、はい、数々の難関を乗り越え、はい、ついにヒソカは復活するが、今度はリトの魂が漂流してしまう、霊能探偵となったヒソカはリトの転生した肉体を探す。後に超能力集団に巻き込まれ、時空を超えた戦いの渦へと巻き込まれていく。はい、戦いの末にリトは中世の中東で、世界を滅亡させかけたエスパー・アルラルの転生であったと知るのだった。まあ、1部と2部の差が1部が面白いですよね。1部のやっぱ、人の体に自分の心が乗り移るっていう設定はやっぱすごい面白いですよね。確かに。やっぱ人間自分のことばっか考えてきてるから、確かに、ね、人の立場に立てばどうかっていうのが実際に行われればどうかっていうシミュレーションとしてすごい、いいですよね。入れ替わるんじゃないですもんね。そう、そっちに移る。特に僕あの好きなのはやっぱここ氷の中にね閉じこもってしまうシーン、あれね、読者も分かる分かるって言った人多かったって書いてありましたけど、まさに思いましたよね。もうなんかやっぱ矢上先生はそういう孤独な心を描くのが非常にうまいなって思うんですけど、そういうところそうなんですよね。読んでやっぱ泣いちゃうよ、泣いちゃうんで思わずなぜか泣くってきちゃうそれがすごいなと思います。自分ではどうですか、なんか孤独ですか、すごい質問、すごいこと聞きました。孤独な、でも子供の時に多分そういうのなんか体験してる人でないと書けないと思うんですけど、そうですね、あんまり外で遊ぶ子ではなかった気がしますね。そうなんですね。同級生たちはみんな野球やってるんですよ。お前下手だからみたいな、あんまり入れてもらえなかったりとか。そうなんだ、子供はストレートですよね。男の子の世界はね、またそういうなんかスポーツできないとね、なかなか入っていけなくてね、大変。僕もちょっと野球やったけど始めるの遅かったんで、最初なかなか入れなくて、毎日壁を相手にボール投げてましたね、最初は。そのうち入れてもらえるようになって、ちょっと上手くなったんだ。侍ジャイアンツとか見てなんかハマって野球やりたくてしょうがなくて。あのヒソカリターンズ、だいぶ 第2部ね、結構こうすごく大きく路線が変わった気がするんですが、読むだけで違うもんね、これね。あらすじ読むだけで変わったんですが、あれは先生自身がこうやって変えようと思ったのか、それとも編集部から結構 バトルもの、要はバトルしちょっとさせろみたいな、バトル行こうぜ、そうですね、まあ担当さんの方から、はい、ああ、やっぱりそうなんですね。バトル要素を入れた担当さんの力が強かった部分がやっぱあったんですか。強かったですね。普通にこういろいろこう作品に対して言って、いろいろ直していくのが担当さんの仕事なので、普通にこう打ち合わせの場で、会話でこう自分はこうだっていう、バトルは勝ち目がないんですよ。じゃあ結構意に沿わない感じにはなってしまった感じなんでしょうかね。いや、そういうこともまあありますけど、そこは自分なりに消化して、面白くなるはずと思って。第2部の終わり方には何かこうちょっと思うところがあったとかありますか。第2部の終わり、第2部というかまあ最初の最終回ですね。そうですね、まあまあ読んだら分かると思いますけど、まあバトル方面に舵を切った矢先に、あと3週で終了ねっていう話で。バトルにしたんみたいな、本当だよね。バトルにしたんだよ、それやりきれないですよね。まあただ本当にバトルでいけるのかなというのもあったから、ちょっとホッとしたっていう。なるほど、そうなんだ。一部の頃と比べて第2部、人気的にはじゃあバトルどうすか、どうすか。私がやっぱ読者は微妙でしたね。ところどころ上がる時もあるんですけど、
どういうところが読者的にポイントと思われてると思いました？もう一部も合わせて、ここは受けたなみたいな、ここをやれば俺はいけるなみたいな、意外にそういうバトルとか派手な話ではなく、アクションとかではなく、さっきも言った氷の話だとか、キャラの心情に踏み込んだ話って意外とこうアンケート上がってたんですよ。いやもう本当になんかもうずっといろいろ読み直して、まさに僕が引っかかったのはそういうとこばっかりでした。七香の方もそうだし、そうですね、深いドラマに来た時にグッとくるっていう。編集者さんがそうやって一人一人の漫画家さんの、なんつうの、ね、特性というかいいところをさ、本当に分かってくれる人がいいよね。なんかこの人のここはいいんだみたいな。そう、そこ本当分かってくれる人いたらいいんだけどね。ここが売りだっていう。本当にね。そしたらどれも人気出るんじゃないの？ごめんなさいって言われたけど、編集者さんが読んでますか？見てますか？まあただ担当さん、編集が悪者ばっかりみたいになっちゃうのも、どうかなと思うんですよ。人気作品はいっぱいあるわけですから。編集さんにね、ものすごく連載してると助けられるし、いないとすごく困るんでね。うまい具合に。やっぱ他人の目が入らない作品っていうのはすごい独りよがりになるし。確かにそこで全然意見の合わない担当さんだと本当に困るけど。ぶつかったり、そうですね、いろいろとするわけ。うちの担当さんもすごく几帳面な人で、連載終わった時にアンケートの順位をこう棒グラフにして、棒グラフ、折れ線グラフにしてこうだよっていうくれたんですけど、そうすると終わった後、いい担当だ。で、いやだって終わったらもう投げ出す担当もいるよ。ちゃんと次に生かすようにっていう。すごい人。だから作家としての将来性を見てそれやってくれてるってことだから、これ間違いなくいい担当。何をやった時に上がって、何をやった時に落ちたかっていうのがそれで分かるんですけど。自分に返れるわけですね。そこでどういうところがいいんだろう。担当が言ったことが若干その時納得いかずとも、かといって何もやらなかったらこの折れ線グラフがまっすぐ下に落ちてるなっていうのが分かるんですよ。あ、なるほど。後ろこうやって定規してるのが、ちゃんとこう言ってもらって、そこをうまく消化してやった時に上がってるっていうのが。なるほど。面白い。分かりやすい。第三者目線も必要なんですね。質問来てるけど読んでも大丈夫ですか？先に読みますか？そうです、後に読もうかなと思ってます。そう、私もね、いつ読もうと思って。矢上先生がご自分の作品で好きなキャラクターは誰ですか？また描くのが難しかったキャラクターは誰ですか？好きなキャラ、先に聞いちゃった。どれもちょっとですけど、七香は好きですね。七香ですね。どっちの七香って。どっちの七香ですか？自分の中ではどっちも同じ。それはどっちも選べないですけど、まあ、ヒロかもしれない。ヒロもありますね。確かに。ヒロくん。まあ、17歳のきついなんかは、あんまりそういうのをヒロインにした漫画ってのもあんまり見なかったから、ちょっと手応えがあったというか。そうですね。確かに確かに。まあ、漫画はね、キャラだっていうのがすごいあれ出てますよね。ああいうのを漫画のメインに置いた漫画ってない、他にも思い当たらないですよね。下手すら魅力ねえよみたいな話ですもんね。でもその魅力ないみたいなものが魅力なんですよね。確かにないのが魅力。人気投票も1位だった。そう。だからいろんな人がだから自分に重ねたりね。ああ、わかります。するんだろうね。すごいわかる。描くのが難しかったキャラクターはありますか？難しかったのは、アメミヤさんですね。そうなんだ。アメミヤさん。髪型結構難しいんですよ。わかる。こうちょっと内に入ってる感じの。内巻きの。かわいいあれ、すごい。でもアメミヤさん好き。好きだもん。私も好き。ここ3人共通してアメミヤさん大好き。すごい好き。めっちゃ応援しながら読むのもあれば。かわいい。頑張れって。雑談してて3人でいいねって言うぐらいに好き。誰が好きって話、アメミヤさんが好きって。そうそう。
あでも書きづら、動かしづらかったっていうよりかはどっちかというと髪型とか書きづらかったみたいなんですか。あ動かしづらいというのもありますね。大抵ね、雨宮さんみたいなキャラクターって、うん、すっごい不幸な終わり方してしまいそうなんですけど、なんかそうならなかったのはすごい嬉しかったですね。いやーあれね、あの感じがすごい。といってもあの後どうなのか本当はわからない。そう、わからない。わからないですね。すっごいこれ絶妙な終わり方するなって思いました。本当に。もう普通に考えたらこれどう考えてもハッピーエンドあれねえだろうみたいな。そんな。はい。ナナカ、はい、じゃあちょっと説明してきますかね。はい、はい、少年チャンピオンでのナナカ、17/6の連載に、はい、なったんですけども、うん、まあ、この作品、アニメにもなりましたね。はい、はい、2000年53号から2003年24号だから、2年半くらいの長期連載。アニメが終わりまで行ったんですか？いや、ですね、漫画の途中までですね、8巻あたりまでを行ったんです。それでなんか、アニメまたやればいいのにみたいなことを言ってる人がいるわけですかね。あそうかもしれないですね。さあ、アニメ会社の人、今の聞きましたか？そうですよ。先に、17/6の説明をさせてください。怖い怖いよ怖いよ怖いよ。あらすじ読みます。階段からの転落事故によって精神だけが6歳のキリサとナナカに逆戻りした17歳の女子高生キリサとナナカとその幼馴染でクラスメートの不良少年、薙原年次を取り巻く日常を笑いあり涙ありで描いたハートフルコメディーっていう感じなんですけれども、はい、はい、よいしょ、はい、はい、ヒソカリターンズと同じようにちょっとファンタジックな話になってますけど、すごいコメディー、ハートフルコメディーという、うん、のはそうなんだけど、すごくハードなドラマですよね。いや本当にそうですね。すごいドラマがある。後半になるほど。いや本当にね、深く深くなっていって、ところどころ深いドラマにドンって突入しますよね。そう、漫画ってそれが不自然に感じちゃうんだけど、全然感じないというか。そうなんですよね。うん、自然な流れに見えるっていうね。初め読んだのと最終回読むのと全然あれ違うテイストがっていう、引き込まれてっちゃう。本当に、ね、うん、すごい面白い。個人的にはドンとしたドラマを書きたかったのか、うん、最初からそうしてバランスよく書きたかったのか、コメディの方が実は好きだったとか、書いてるうちに片付けなきゃいけなくなってドラマになったとか、いろんな方向が、いや、まあそうですね、まあ、設定がそもそも、まあ、人格が変わったりとかだから、まあ、ある程度重いところに行かざるを得ないとは思ってましたけど、まあ、さっきも言ったアニメでやったあたり、8巻目あたりまで一旦終わってるんですよ。その後アニメになるからということで、まあ、漫画も延長しようよということで、続けたんですけど、続けるときにはやっぱりね、キャラの内面とかもっと深く掘らなきゃいけなくて、話がどんどん重くなっていったんですよ。そこはだから話が長くなると重くなってしまうのはある程度しょうがないのかなと。テーマ的にどうしてもやっぱり入っていかないといけないっていうのが、それも作品が生き物になってって、いい作品になってるっていう証拠みたいなもんですよね。キャラクターが勝手に動き出してるってことですもんね。そうですね。そういうものをね、大体週刊連載の人は目指して書くわけだよね。キャラクターが勝手に動いてくれないと、毎週話をネタから考えるとものすごい大変なんで、辛いですね。大変、それは確かに、なんか結構伸び伸び書いていらっしゃるイメージが初めの方とか特に強いなって思ったんですけど、ヒソカリとのずっと比べてなんかこう心境の変化というか、コメディーを出かけるなみたいな。そうですね、はい、いや、何しろ、ナナカっていう女の子が、うんうん、まあ、主人公、まあ、主人公、薙原年次っていうのも、まあ、はい、形式上は少年漫画としていますけど、はい、ナナカ主人公なので、うんうん、女の子を主人公にして描いていいんだっていうのが、うん、すごく楽というか、描きやすい。ナナカが主役だ。そうですね、そうだよ。そう、女の子が主人公の少年漫画ほぼヒットしないって実は言われてて、そうなんだ。ジャンプでは本当に例はなくて、ね、
そう、それで当てたっていうのはすごい稀有な例ですよね。少年チャンピオンですね。うん、はい、少年チャンピオンで。まあまあ、ね、男の主人公もまあいたとは言ってもね。うんうんうん、そうですね、メインは7日ですからね。これなんかその初めのまあコメディ的な7か6歳がわーって活躍するのと後半のこういう8巻以降ですね、続き書いてこう心情的にまあ結構重めになるというか、そこってやっぱりファン層とかも変わったりするものなんですか？いや、そこはちょっとわからないですね。書き手にそこまで情報来ないからね。そうなんですね。あ、なるほどなるほど。今違ってツイッターとかそういうのもあるし、そうだよそうだよ、そういうことだよ、全然ね。そうそう、ってなるとアンケートとかで送ってもらったりとかそういうのじゃないとないですよね。そうだそうだ、うんうんうん、いや本当に、うん、もうそう、今も好きだっていう方がすごく多いんですよ。私もあの実はアニメを、うん、そのこう話の内容まで深く覚えてなかったんですけど、こうアニメ見た覚えがあって、はい、で今好きだっていう方が結構ツイッターとかでもなんか好きだったなって読むとまた違うね。また違いますね。もうさ、あの天宮ちゃんだけどさ、はい、ピアノをさ、うん、弾いてるところのさ、はい、あの私も小さい頃からアニメが好きでさみたいな感じに言われたら、うん、あ、そういう時代あったみたいなさあ、そこなんですか、共感しちゃう。いや共感しちゃうんだよその自分の小さい頃に共感できる作品というかさ、なるほど、すごいなと思って。なんかね、こんばんは。こんばんは。突然コメントね、こんばんはって言ったりとか。リアルタイムで来た。いや、なかなかないなと思う。うん、なんか今すごく。そうですね。すごい。だからこそこう昔こう見てた、うん、あ、コミックスあった、持ってた気がするっていう方、ぜひ今一度、今はもう見ると違う。今のあのその。要は子供学校行ってる子とかにもまた読んでほしい内容なんですよね。そう、うん、分かる。ヒソカリタンジもそうですけど、はい、じゃなくてこれ、うん、7か今、うん、あれですか、コンビニ版出てるんですか？あ、そうだよ、ね、コンビニ版が、コンビニ行ったら安くで売ってると思いますよ、はい、いや、ぜひ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 読んでほしい、はい、うん、アニメ化がそしてこんなのは、うん、あのされたんですけども、うん、反響というかファンがどっと増えたとかありましたか？結構謎なんですね。ファンレターの数が増えたみたいな。ファンレターはそうですね、ポツポツまあ来てましたけど、あんまり極端には、うん、なるほど、そうなんですね。アニメがそう、あの関東ローカルだったんですよね。あ、うん、あ、そうなんですね。もったいな。でもアニメになってすごい嬉しかったじゃないですか。嬉しかったね。本当に羨ましいですよ。もう俺はもう自分にアニメの話来た時、即あのコンテ用紙買いに行きましたからね。あ、自分でオープニング書こうと思って。すごい、その話はすぐに流れましたけど、ね。まあ、世の中そんなもんですよね。ジャンプでやってたりするとすぐそういう話来るんだけど、あ、そういうイメージあるわ。多くはすぐ流れる。すごい裏話が今出てきましたけど、出てきましたよ。先生、その後ですね、はいはい、白泉社、秋田書店、うん、竹書房、うん、日本文芸社などさまざまな雑誌で連載をされていらっしゃるんですが、うん、今後、あ、さっき、質問にもありましたね、うん、これから先書いてみたい作品というか世界観とかってあったりしますか？こんなものを実は前から書きたかったんだとか。そうですね、なんだろう、ちっちゃい子向けの漫画書きたいですね。書いてほしい。そう、ちっちゃい子向き、うん、書けるのかどうかわかんないけど、いや、うちの 弟の子供、はい、あの自分からすると姪っ子がいるんですけど、はい、今2歳で、はい、この子もうちょっと、うん、あの物心つく頃に、うん、おじちゃんが描いてる漫画これって見せたいなっていう、すごくそれね、キュッとする。じゃあこの雪のいた街に乗ってるあの、うん、男の子が主人公のちょっとエッチな漫画みたいなのじゃないやつですね。今あるやつはちょっと微妙に見せるのがはばかられるので。なるほど、これはちょっと子供に見せられないですよね、子供主人公だけど。ということじゃなくてですね、子供向けの、子供が見て面白い、うん、面白いもの、うん、小学館とか、あ、そういうとこに、コロコロ、コロコロ的な小学1年生とかそういう、すごいちょっと楽しみ、いいですね。豊田さんとか小学1年生にね、始めたね。そうですね、うん、
でもどうですか、編集部から求められるものとか読者から求められるやっぱ作品の世界観と自分が書きたいものとかやっぱりズレがあったりとかしますか。うん、うん、それは、うん、ある、うん、ズレもまあありますけど、うんうんうん、でも自分の場合は、はい、担当さん編集さんから何かしらの、オーダーがあった方が書きやすいんです。うん、自分から全くゼロから何か出せ言われると出ねえっていう逆に、うん、なるほど、ある程度テーマ的な、まあ、テーマというかあれをいただいて考えた方が進んでいく感じ、うんうん、なんか書きたいものがある人はそれ書いた方がもちろんいいんだけども、うん、なんか無理やりに追い込まれると人間以外の力が発揮できるもので、ね、もう嫌だ嫌だって言ったけどどうしても頼むって言われてやったものなんか意外とよく書けたりしてね。あそうあの小説の見たりみたいなもんだよね。無理やり閉じ込められて、うん、こういうの書けって言われたら意外にいいもの書けちゃうみたいな。なるほど、うん、コメントで矢上先生の絵本とか読んでみたいですね。絵本とかどうですか。絵本ですね。そうできるなの。いやですってよ。いやいいですよね。矢上先生の絵って基本的にすごい素直な絵なんで。いや本当に素直。なんかのみのみに描いてる感じがするってさっき話があったけど、うん、やっぱそういう絵の素直さが多分そういうとこすごく出てるんじゃないかな。うんうん、そういうとこに何かのところに。うん、はい。はい、若い頃の自分に会えるなら何か言いたいことはありますか。今のうちになんかすごいざっくりしたっていうか、なんかこれでしょ、タイムマシン的なものに乗って行って、はい、お前こうぞってタイムリープ的な、うん、言うってことでしょ。メッセージ的な。生々しい話していいですか。そういうの聞きたい。ちゃんと貯金しとけよって。リアルな話きた。マジリアルでした。結構使っちゃう方ですか。いやそんなに使い放題なわけではないんですけど、どうもルーズなというか、あんまりこだわらないので、別に有り金フィギュア買ってしまうとかそういうことじゃないんですか。ではないんですけど、だからジャンプでやってた時の、はい、あの時は本当に使い道もないのにとにかく金が溜まってて、ジャンプっていうのはそういう雑誌です、うん、通帳にいっぱい入ってたんですけど、はい、いろいろまあ友達に貸すとかいろいろやったわけく、なんか人がいい作家さんだっていうのは漫画を読んでるだけでも分かりましたけど、いや分かります分かります。ここで言ったらなんかますます吹き込む人出てきそうで怖いね。いやもうだよ、学習した話なんで。学習で、そう漫画家ってね、実は結構いろんな人に騙されること多いんでね、漫画描いてる人はね、ちょっと気をつけましょう。気をつけましょう。漫画家だからっていう純真さについてくるやつらっていっぱいいるんで。まあ中には僕みたいに純真のかけらもない人もいるんだけど、多くの人は本当にそうなんで。あ先生、あまず先生に嬉しい、あれが少ない小遣いで、そうか買ってました。嬉しいですね。いやいいお金の使い方をしてるね。人に貸すとかではなくて、大事欲しいものを買うっていうのがね、一番だね。一番です。はい、さあ質問いってみますか。はい、モリアン。はい、アネームみそこさんからですね。ありがとうございます。7か17分の6の中に出てくるマジカルドミコ部分の作画は、当時アシスタントだった原谷博先生が全部描いていたという噂を聞いたのですが、本当ですか。それはやっぱり作中の人物と絵柄を変えるためなのかな。先生が描いたドミコもちょっと見てみたいです。これは本当に原谷博先生が、うん、そうなんだ、うん、あそうなんですね。すごいな、一人で背景描いてるって言ったらコブラとかの背景がそんな風に聞いてましたけど、めったにそういうのないですよね。やっぱ数人で手分けして描くっていうのが普通だと思うんで、じゃあ先生自身はドミコを描いたことは、いや1話だけあるんですよ。あそうなんですか。まあ、7日の夢の話というか、ドミコの世界に入っちゃう話があって、はいはいはい、そこではドミコを自分で書いてる。先生自身が、うん、そうだそうなんですね。そんなに違和感もなかった。
じゃあ、あれは先生がその晴れやひろ先生のやつをこうちょっと意識して書いた感じなんですか。うん、ああ、そうなんだ、面白い。すごいですね、それ。すごいです、逆な感じな。そうなんだ。ドミコってなんかあれですか、なんか意識した魔法少女もあるんですか。ざっくりと魔法少女ですか、ね、クリーミーワイとか、お邪魔女ドレミとかの、あの辺の一括りというか、最大公約数というか、なんか雪のいた町にもシリーズ出てきますよね。そうですよね、出てきますね。シリーズ10作目でしたっけ。すごい、なんかもう時が経って10作目になってます。ドラマ的なプリキュアのように、心の中ではいろんなシリーズがいろいろできてるとかいうことはないですよね。実はまあ、あるんですか。あるんですね。ナナカがドレミでしたねっていう、あドレミっぽさがちょっとあった。お邪魔女ドレミのドレミっぽさも、ね、影響あったんですか。うん、ありましたね。そうなの。へえ。うわ、そういう魔法少女ものも。先生今あのそうだ、すごい遡る質問にですね、あの日曜日の朝見てるアニメありますか。あった、あった、あった。何をチェックされてますか。日曜朝。はい、今は。今は。今プリキュアもやってますよね。やってます。プリキュアですね。おお。漫画家で見てる人本当多いですよね。いや、そうなんだ。ついていきたいけど朝起きられない。いや。固まってるんですね。あの戦隊ものあって仮面ライダー。そうなんです。あそこね。そうか、ちょうど時間帯が。戦隊ものが好きな漫画家さんも多いですよね。戦隊ものはいかがですか。ああ、好きですよ。おお、そうなんだ。今やってるのはどれも当たりですね。特急ジャーも面白いし、プリキュアも今やってるやつ面白いですね。なんか今日一番乗ったセリフだったような気がする。ナナカ、アニメのナナカの声優さんってドレミの声優さんとかですね。あ、そうなんですね。あらあら。そうそう、なんか自分でリクエストしたとか理由じゃないですか。そういうわけではなかったですね。あのオーディションがあって、それで選んでたんですよ。でもそれには参加してオーディションに、あの見学行きました。すごい面白い。ちょっと感動しますよ。あの声優さんいっぱいいるんですけど、はい、あこの人たちみんな読んでくれたんだと思うと、あ、なるほどなるほど、嬉しいんですよ。分かる、そうかな。読んで自分のキャラを演じてくれるっていう、そこで。すごい嬉しい。すごい。やっぱこの人とこの人迷うなっていうのもありました。先生自身も参加はされてなくて、見学だけだったんですか。見学で、あとその声を吹き込んだ CD とかもらって、一応僕の意見も求められたんですけど、いや、どれもいいっすみたいな。もう感動して。うん、わあ、いい話。じゃあもうほぼ監督さんとかにお任せして。もうその辺はもうプロに任せた方がいい。へえ。じゃあ結構偶然なんですね。なんあのドレミ。そうですね。すごい。白い芝さん。お兄ちゃん、兄ちゃん、あの日曜のアニメ、リアルタイムで見てるんですか。もう録画じゃなくてね。いや、まあ録画は録画してますよ。なんかアニメとか特撮で一番好きなのはこれっていうのを一つ挙げてもらえますか。なんだろう、一応まあ思いついたもんでいいですけど、それを言うとネタバレになってしまうとかあります。なんだろう、でも今だとプリキュアになってしまうのかな。すごい、いいですね。プリキュア漫画家人気高いな。じゃあ先生あれですか、子供向けのさっきあの漫画を描きたいっていうふうにお話聞いたんですけども、うん、はい、じゃあ女の子主人公の魔法ものってこともありえる。うわ、まさか。やっていいのってあれじゃない。それいいじゃないですか。それではなく魔法少女ものもありえるってことですね。ありえるね、うん、わけですよ。いや、そう、日朝限定か、さっきね、日曜日の朝のアニメは何見てらっしゃいますかっていう質問があったので、はい、今回ちょっとね、聞いてみました。はい、でした。さあ、というところでですね、はい、次のコーナーに参りましょうか。はい、はい、次のコーナーですよ。はい、いきますよ、兄さん。はい、せーの、アネックス国民アンケート。ぜひ、このまま矢上先生
先生にもお付き合いいただきまして、漫画にまつわるあらゆることを皆さんに聞いていきたいと思います。はい、今回のテーマはですね、はい、初めて買ったコミックス。初めて買ったコミックスだって皆さん思い出してください。何か書いてください。思い出してください。はい。はい、どうですか？何買いました？覚えてらっしゃいます先生。サーキットの狼とか、はい、やっぱ同世代だな。僕サムライジャイアンツなんですよ。もうボロボロになってもうね、ほどけてなんかもうパラパラになるまで読んでましたね。それでは行きましょうか。さあ読んでみてください。はい、アネーム、はい、私もダラーシフ。さんですね。ありがとうございます、はい。初めて自分で買ったコミックスは、はい、岡崎京子さんのエンドオブザワールド。えらい濃いものかね。コミックスを買うほど漫画が好きじゃなかったんだけど、ある時友達に岡崎さんのリバーズエッジを借りてから、ハマりました。最初に手出すもんじゃないと。最初に買ったのがこの本で、あとは次々買い漁って、今じゃなんと合わせて1500冊のコミックス持ちですという。1500冊か。先生コミックスとかって家にたくさんあったりします？漫画。そうですね、うん、なんだかんだで買ってきて、うん、どんどん増える一方みたいな。だいたい何冊ぐらいあるとかって数えるまあ多くなるとそうですよね、数えれなくなりますよね、だんだん。小説とかも結構読みます。最近ほとんど読んでないですね。昔は結構読んだ感じですか？うん、山田風太郎が大好きで、 あれは全部揃えたんですけど。ドラゴンボール第1巻、筋肉マン。あそうね。ですね。うんうん。7巻の最後の方とかは、エンディミオンとか、その辺の影響とか、あんま関係ないですか。のあとは、なんだっけ、アルジャーノンに放たれるとか。直接にはないですけど、もしかしたら担当は意識してたかもしれないですね。まあまあ、別に似てはいないんですけどね。でもなんか、感動の提出は似てますよね。アーメガ懐かしい。アーメガミ様。ね、最近完結ってこんなにいたしますね。アーメガミ様、もう次最終回ですよね。あ、次は最終回。最終回書いてるっていう話が。その後すぐまた新連載を始めるっていうお話ですよね。そうなんですね。今1ヶ月で漫画、いや、1ヶ月で漫画900冊以上とか出てるんですよ、今。すごいね。すごいですよね。その中でね、1冊出会う1冊全部買ってたらすごい、ね、すごい、相当なお金持ちで。よっぽど床が頑丈な家にしとかないと。いや、本当ですよ。1年で大変なのに。さあ、はい、次ですね。はい、どうぞ。アネーム、俺より父が漫画好きさんからですね。ありがとうございます、はい。うちは父親も母親も漫画好きでした。だから小さい頃からドラゴンボールやら、キャプテン翼とか、もちろんこち亀もずらっとありました。いいな、はい、うん。ジャンプばっかりじゃなくて、高橋留美子先生とか、もっとマニアックな大友克洋先生とか、四郎正宗先生とか、そんなのまで揃っていましたよ。コミックスは実家にたくさんありました。ドラえもんはなかったけど、少女漫画もたくさんあって、ホットロード、うん、よく聞きますね、ホットロードとか、うん、仲良しやリボン系じゃなくて、うん、別間とかブーケとか、うん、そんな家庭だったから、あまり漫画を買うということがなくて、初めて買ったのは中学生になってから、江川達也先生の東京大学物語ですね。いや、あれですけどね、もうエロ漫画みたいなもんですから、母親に内緒でベッドと壁の間に隠していたけれど、掃除に入られて机の上にデッド置かれていたのはいい思い出です。まあ、エロエロですね。そうなんですね。江川先生はでも、すごい革新的なことをいろんなことをやった作家さんで、素晴らしいんですけどね。江川達也先生、マジカルタルルート君とか、作品ですね。ビーフリーがやっぱ最高でした。最初の連載ね。あれは漫画描いてる人には特にいろんな衝撃を与えた漫画だったんです。ビーフリー読んでみてください。ビーフリー、ふぅ、やっぱこうやってなんか置かれるんですね、机の上にドンって。置かれるのか ねそっとしておいてほしいですよね、見つけたら ね嫌だよね。桜の歌、最高でした。ベッドの歌マニアックだな、桜の歌。へぇ、でも親が漫画好きだといいよね、なんか。いいですね、それ確かに。うちなんか三丁目の夕日とかあったわ、そういえば。すごいですね。
エッチな漫画は初めて買ったエッチな漫画は覚えてないな。エッチな漫画と意識してる。買わないの？わかんないな。どういうのがエッチなの？エッチな漫画最初はね買えないし、うん、立ち読みしたりとか人の見たりするのが心に残るっていうのはあるけど、うん、月光仮面とかね。月光仮面なんて知らないでしょ？月光仮面ですか？月光仮面。月光仮面。月光仮面。顔だけマスクかぶってて体すっぽんぽんのヒロインのスーパーヒーローみたいな、ね。ヒロインなんですか？ヒロイン。これ長井豪先生の漫画でね。まあ、顔隠して体隠さずっていうね。うちでは基本漫画禁止でしたって感じ、うん、こっそり買って布団に、道端で最初は道端に落ちてる、まあ、そうか、そうなんか落ちてますよね、うん、なんか落ちてますよね。小学校の頃とかなんかなんだろうね、そこらへんね、それ捨てられてたりっていうね、そうしてますよね、うん、なんか友達とかでなんかね、こっそり回してやったりとかね、書店にエッチなのが載ってる雑誌とかね、やっぱ捨てる場所が困っちゃうんですかね、落ちてるのはあれ。なんなんだろうね、本当になんで落ちてるんだかっていう感じだよね。やつの単行本買うのは子供にとってハードルが高いんで、多分雑誌だよね、ヤングなんとかみたいな。あ、そう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 、そこらへんがチュンリー。姉さん最初買ったコミックス覚えてます？ちびまる子ちゃんじゃないかな。なるほど。なんか小学生の別に何ていうのすげえ好きだから買ったとかじゃなくて、うんうん、ただリボンで連載してて買いやすいからっていう理由で多分手を伸ばしたじゃないかなとか思うんだけど、全然覚えてないけど多分そうじゃないかな。全然覚えてないな。意識してないんで。一番最初のって覚えてないもん。覚えてないです。いや、気づいたらいっぱいあった。そうですね、姉と兄。あ、そうだよね。そうか、自分で買うっていう垣根があんまないんだ。だから本当にあれかな、レッツエンドゴーとか。ああ、そういうあれじゃん。あった。はい、この頃の、ね、分からないよね、なかなか。ジャンプの合図を見るのが当時すごく恥ずかしかった。確かに、はい、ちょっと分かる気がする。先生、最初にハマった漫画はありますか？一番最初か、なんか影響を受けたとか、小さい頃にこれを読んで漫画描きたいと思ったとか、はい、すごい。きっかけはうるせえやつ。そう言われてみればキャラクターが空飛んでるようなところが、まあまあ空想のシーンみたいなところとかね、の幽霊幽体化して飛ぶみたいなとか。どっかそろそろガムちゃんの飛び方と確かになんか被るかなっていう。好きな奴らもいいよね、先生の。うるせえよ。やっぱなんとなくこう見てきたものっていうのはね、作品に出ますよね。確かに確かに。自分を作っているものだからね、あるかもしれないですよね。なんかこう結構今までいろんな漫画家さんに来ていただいて、うん、先生にお話聞いた時に大体私たちしまったわからないなっていうのが多いんですけど、うるせえ奴らをすぐにパーンって、あのうるせえ奴ら嬉しい、共有できるの嬉しいとか、全部似てるとか、なんかすごい嬉しい。なんとなくね、こういう時漫画家的にね、ちょっと難しい作品を言わなきゃいけないんじゃないかみたいな。いやもう嬉しい、なんか。あ、高橋先生とはお会いできたんですかっていう質問が来てますが、いや、ないですね。あ、そうなんですか。あらららら、僕はありますよ、一度って。どうでもいいですね。なんて羨ましい。ボクシングの取材に行ったら、ボクシング一緒に見に来てた、はじめの一歩の元ネタになった試合を見てました。会えたら気絶しますか？あ、いや、話しかけられないでしょうかね。リアルですね。そうですね、すごいわかりますね。もう千葉先生と何度も会って、この間番組も一緒にやって、もう何度も一緒に番組やってるのに、いまだにサインもらえないですよ。いや、もうかしこまってしまって、もう本当固まってるでしょ、千葉先生の前だと。そうですね、カチカチでしたね。お、最近の漫画でお好きなのあります？お、これ、まあお好きというか最近読んでるっていう、チェックしてるよっていうのとか。私が持てないのは、どう考えてもお前らが悪い。持ってるせいか。本当ですか？あれって元はライトノベルですか？え、ではないですか？ではないですね。最初から漫画で。そうなんだ。すごいライトノベルっぽいタイトルで。そうなんですよね。原作者さんと漫画家さんの2人で書いてる。へー。なるほど。面白い。タイトル通りの内容なの。
そうなんです。すごいあの病んでる女の子の話ですよね。モテな、もう今日は森のような、もう卑屈な頭の中、お前ら死ねよみたいな、リア充爆発しろみたいな。あ、もうタイトル的にはめちゃめちゃ共感できる。すごい面白い。それ広いんですか？主役の、ね、主役の子。あ、そうそう。それってアニメ化しましたか？あ、してるしてるしてる。そうですね。アニメ化もした。あれは面白い。うん。うつになる、うつになるんだよ、なんか心が痛くなる、心をえぐられる、そうそう、ね、なんか共通する部分があってえぐられるっていう感じになるんですか、うん、ってわけじゃなくて痛々しい、なるほど、中二病的な感じですか、反抗、思春期の反抗期的な、いやいや、もうそれですらない、オタクの引きこもりって感じ、読んでみよう、エロ音声を聞いて列に入ってる女の子の話ですよね。ざっくり。そうらしい。読んでみたらいいと思います。読んだら分かる。とにかく読めば分かる。面白いです。ガイの先生が注目されているそうです。漫画を。はいはい。はい、というわけで次のコーナーに行っていいですかね。っていうことですか。はい。はい。行きましょうですね。はい。はい。せーの、漫画読みのドツボ。このコーナーは漫画ラバーにありがちな漫画あるあるを教えていただくコーナーでございます。先生にもお付き合いいただきたいと思います。ぜひジョジョの話を振ってくださいって。なんでジョジョの何が聞きたいんですか。何が今アニメまた始まってますけど、ね、見てらっしゃいます、はい、おお、さすが。ジョジョ全部チェックされてるんですか。ああ、してます。あら、うん、ジョジョ お好き的な感じですか。好きです。おお、ジョジョ好きなんですって、これでいいの。これでいいのって思う。漫画家人気はものすごい高いですよ、ね、あ、そうなんですね。僕もジャンプにの最初書き始めた頃はジャンプの漫画実はほとんど僕読んでなくて、でも荒木さんのが読んでた。あ、そう。でも最初に挨拶したらすごく冷たくされたんで。南部が好きですか？南部がありましたけど。ジョジョ南部が好きですか？三部好きですね。三部ですってよ。あれ今やってるの？やってるのがそうですよね。あ、今ちょうどやってるやつだ。五人部が大好きでしたね。チェックされてるんですね。でもね。まあ真少年ビーティーも好きでしたけどね。ジョジョや。最初の連載ね。好きなキャラとかいます？ジョジョの中で。はい。ジョジョの中でだとジョジョキャラクター多いですからね。うん、本当多いんですよね。そうですよね。誰だ。めちゃめちゃ真剣に考えてくださって見もだえしてますよ。この女とこの女のどっちが好きかみたいな。先生が人の良さが出てるし、二部から引き続きではあるけど、ジョセフはいいですね。なんかいい感じのじいさんになったなっていう。女のキャラクターじゃないですね。ああ、まあそうですね。ジョジョは男のキャラクターの方が多いですよね。うん、確かにね。そうかそうか。ジョジョってアートっぽいじゃないですか。わかる。アート先生の絵柄が。だからコアなファンの方というか根強いファンの方がすごく多いですよね。ジョセフの性格が好きですっていう共感してらっしゃる方がいらっしゃいます。ジョジョの話 OK？大丈夫かな。どう足りない、言えてる、ジョジョ足りない、ちゃんと聞けてる私たち。はい、ジョジョ好きの話でございました。はいはい、はい、あ、OKOK、OK、ありがとう。いい人たち。では行きましょうか。はい、どうぞ。漫画ラバーにありがちな漫画あるあるですね。はい、ネーム、我が家は 4LDK 築30年さんからですね、はい、女の子の気持ちを知りたくて少女漫画を読んだんですよ。それはもう100冊ぐらいで、ついに結婚いたしました。女子憧れの壁ドン。おー。しかしその瞬間、相手の子にキモと言われて、俺の恋は折れました。壁ドン？あれ、壁ドン？壁ドンって何？壁ドンってやられるやつ。皆さん見えるようにすると、こういうことです。こうドン。壁にここに女の子がいて、なんか迫られる感じのやつ。こうなる。片手で迫られる感じ、はい。あ、こうか、こっちか。そうです、壁にドンってされて。感じです。ここら辺に来るやつ。壁ドン。
を結婚したんですって。って何？それは口説いてるっていうこと？そういうことです。そうです。そうです。いやなんか結構こうキュンとするみたいなのが多いんですよ、女の子が。女子的には言われてるんだ。そうです。らしいですね。今初めて知ったけど。まあ、お姉さん女子じゃない。今どういうことお前流行ってるんだこれ。流行ってる。本当にやる人がいるってこと？いやでも実際やってみて。うん、それやられたら気持ち悪いじゃん。いやこれリアルにやられたら嫌ですよ。聞きますね。聞くよ聞く。どうしたどうしたどうした。まあ漫画的表現としてってこと。いや、でも多分リアルですよ。リアルに実際にやったら。女子憧れの壁ドン。まあ、うん、憧れか。ヤマピーとかにやられたら別だけどさ。それ好きな人にやられるんだったらそう、どんなことでも大変だって OK だろ。そうですね、だって距離近いじゃないですか。近い近い近いってなるよね。さすがにちょっとどうしたどうしたみたいな。どんな女性に近づくときもパーソナルスペースに入るときは、まず心を、ね、砕いてからっていうのか。ほら、ただしイケメンにかけるってみんな言ってるもん。そう、ただしイケメンにかけるんだよ、ほら。絶対、壁殴りと勘違いして。あれ、壁と怖い。少女漫画的憧れの世界ね。あ、そうみたいですね。そうですね、でも、うん、いや卒業のシーズンってこともありましたからね、まあ、もしかしたら思い切って踏み込んでみたのかもしれないんですけど、新しい声をね、はい、したいなっていうことで、はい、ですよ、うん、先生、この春に区切りをつけたいみたいなことあります？そうか、その話が壁ドンの話なんだ。壁ドンの話区切りを、はい、春って区切りの季節だね、まあ、やっぱり新しいこと始めるとかで、今口説いてる女いますかっていうことそういう区切り、そういう色っぽい話じゃないですいや、でも漫画読んでたらめちゃめちゃ女性にモテそうだなって。だってすごい優しくしてもらえそうじゃないですか。いや、え？こう手がしゃべったりするよ。矢上先生と付き合うときっとすごく優しくしてもらえますよ。人の良さが出ていますね。いや、本当にね。人の良さオーラが半端ないよね。そう、もう漫画読んでたらその人大体わかると思うけど。いや、本当に。間違いなくすごい優しい人だよね。本当にそう思いますよ。ちなみに先生、花粉症は大丈夫ですか？ありますね。あ、本当ですか？うん、なんで突然そういう話を。いや、なんか春らしい。春らしいの。お前、それは杉ですか、先生。そう、多分ヒノキだと。あ、ヒノキなんですね。なんか違うの。じゃあもうちょっと違います。時期がちょっと、はい、ああ、ヒノキはもうちょっと遅いんですか？杉がやっと今終わったぐらいです。ああ、もう終わったの？やっと終わったみたいです。結構最近快適ですから私。そうなんだ。そうなんだ。俺も杉もダメならヒノキもダメ。いろんなものがダメ。そういう人もいるな。秋もダメ。お、コメントで髪を下ろした。密かに、うん、ドンとされたいほど好きでした。熱狂的なファンの方が。それと同時に今がピークですよ、ヒノキは。上げて落とすみたいなこのコメントで上げて落とす。面白いなコメント。いやでも密かはかっこいい。わ、うん、かる。わかるわかる。惚れるあれは。あんな人と付き合いたい。ですって。僕はあのド発展が好きだけど、ね。私も。私も大好き。そっか、ド発展か。いいよね。あれは暴力的すぎる。いや、ね、いいやつなんですけど。女の子見てね。いやーでもみそかかな。最後ちょっとね、もう女性、どっちにしようかなみたいな、優しすぎるところがね。いや、ね、本当に優しすぎる、ちょっと優しすぎる。いやね、あれはでもね、思い出しただけでもなんかギュってなるね。あれは気持ちの体験みたいなのやっぱあるんですか、こうどっちも好きだ。あ、選べない。うん、いやまあ常に優柔不断ではありません。常に優柔不断である。というところでですね、あもう、はい、お時間が意外とですね、1時間30分経ってるんです、全然気づかない、はい、はい、ということで、はい、矢上先生、本当に今日はありがとうございました、はい、本当に今日はありがとうございました、バタバタの中すごい楽しい時間を過ごせていただきました、はい、というところですね、はい、はい、矢上健先生でした、ありがとうございました、なんか忘れてた、あのホニャホニャにね、ホニャホニャしてもらうっていう話だったんですよ、私何のためにホニャホニャっていうじゃなんかもう最後までね、ただエロいよ、そう、単行本こちらですね、雪の板町、はい、これ矢上先生の短編集ですね、はい、これの話しなかったよね、あ、そうですね、書いてもらいながら、ちょっとこれをみんなで褒めようじゃないか、ぜひサインしていただきたいなということで、サインだけで絵とか、絵ももしカメラをやるらしいですよ。じゃあ、じゃあこっちから行こうか。あ、そうですね。はい。はい。ところですね。うん。
すいません、みんなね、パチパチしていただいたの、ね、私も今その、うん、私のパチパチが残った感じが申し訳ない、切ないなって思っちゃった、うん、あの私が申し訳ない、うん、で短編集が、はい、だからここでね、はい、単行本にこにゃらら生きのいた町について、はい、感想どうぞ、はい、あの私一個すごく、あの兄弟の話、うん、お姉ちゃんと弟の話がものすごく好きで、うんうんうん、交換するっていうか、あのそうですそうです、1日お姉ちゃんがもう亡くなっていて、うん、弟の体に1日だけ入るっていう、で、うんうん、弟が結構こう要は引きこもりに近い感じでっていう、あれがもうあのブランコのシーンがものすごく、だから、ね、読んでない方は何のこっちゃってなるかもしれないんですけど、これぜひですね手に取ってそれを共感していただきたい、ブランコのところがものすごくいいんですよ、うんうん、あそこでお姉ちゃんがさってこう、なくなってこう背中を押すって、あれがもうブワーって鳥肌立ちます、もうここかっていう、本当に皆さんこれですね買って本当に損はない、カメラのバッテリーを取り替えて、はい、大丈夫です、あバッテリーを取り替えてください、切れるパターンか、これ切れるパターンかい、これ切れてるのかな、大丈夫、接触的なもんですかね、大丈夫ですかね、うん、なんか深谷店長が絵描いてんだけど、ちょっと公園みたいなすごい気になっちゃった、そう、ぜひですね、これは、去年に、うん、去年末ですかね、あの発売されたものですので、書店ですね、まだまだ置いてありますので、うん、そうそう、まだ、ぜひ皆さん手に取っていただきたいと思います、書店になくても Amazon でね、そうですね、買うことできますので、ぜひ皆さん手に取っていただきたい、はい、ちょっとエロっぽいのもあるし今までこう、そう、こうエロマンもね、なかなかちょっとエロっぽくてね、うんそうですね、そういう層が、バッテリー残量があります。あ、切れちゃった。え、ちょっと待ってください。なんてことだ。これバッテリー残量ないって。あれ、カメラ切れたよ。よいしょ。まさかのカメラ切れ。ちょっと待ってください。これ。あ、はい。これ入ってない。大丈夫です。大丈夫。今入れますのでお待ちくださいね。すいません。よいしょ。入ってなかった。映像が濃い。停電だ。停電だ。大変だ。これ停電だ。さあ。亡くなった瞬間何かが起こってたら、ちょっと待ってくださいね、ちょっと見てみて、停電だ停電だ、声でお伝えしていきたいと思いますよ、はい、はい、今口元のペンが入ろうとしておりますが、あすごい、少々お待ちくださいっぽくなってる、これでもラジオですね、そうだね、うちらの腕の見せ所じゃないの、今、まぶたに線が入っておりますはい、バッテリーがなくなった、いや大変でございます、ハッシュタグマンガアレックス、ちょっとどこ触ってんのよ、いけないいけない誰が触ってる、コメントに、コメントに今読んだの、私今机の下行ったら首つったんですか、あ、映った、超痛い、そういうこともいろいろ起こってたわけですけれどもね、だって隣だって矢上先生だから、矢上先生が今触ったみたいだった本当だよ、じゃあこれコメントの間にね、はい、あったんだよ、はい、おーすごい、というふうにちょっとお、もう、はい、サインが発揮、今日はいろいろとバタバタ、すみません、本当ですよね、今日すごく生放送っぽい生感半端ないよね、生感あるハプニング、ね、生だからこそあるハプニングばっかり、ね、失礼いたしました、いや本当に、ね、いやちゃんと改善していきますので、いや本当に申し訳ありません、生放送の醍醐味、これこうして生放送だから先生が来ないとすごく焦るわけだけどそうです、ね、これまで遅れてきた先生は3人みんなジャンプサッカーえそうなのえそうなんですかジャンプサッカーは何え遅れてるというわけではないですよね時間に遅れてるわけではなくそう、はい、ギリギリ入ってる結構きっとなんか自分の仕事に入っちゃったらそれだけになっちゃうんじゃないなるほどねあーケーブルが短いのでバッテリーがあれだったわけですね取れちゃってたわけですかね、うんうんうん、バッテリーの方を使ってたわけですねわあ本当だ失礼いたしました番組説明の矢上先生の名前ですね。私もさっきそう思ったの始まる前に気づいてしまった。違ってましたね。はい。矢上健の健という字がちょっと、ね、大変失礼いたしました。大変失礼いたしました。それはいけない。失礼いたしました。申し訳ございません。今日は遅刻でした。いや遅刻はされてませんよ。矢上の下りの県の話なんかね。はい遅刻はされてないあ、遅刻されてないですよ先生は遅刻はされてないです番組にはね、はいうん、の打ち合わせ時間はなかったっていう、はい、友人の弟を演技で泣かせているお話がなんか好きです演技で泣かせているあ、あの、
短編の一番初めですね。読んでくださっている方が見てくださっている方。はい、よかった。うわー、かわいいよ、早いよ。ふわ。書いてくださいましたよ。はい、というわけで完成いたしました。完成いたしました。はい、こちらの先生のイラスト入りサイン本をですね、1名の方にプレゼントいたします。はい、いたします。はい、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 ちょっと今一度。はい、こちらですよ。はい、よいしょ。見えるかな？見えるかな？見えます？よいしょ。はい、はい、こちらをプレゼントいたします。プレゼントの応募方法はまた番組の最後にご紹介いたしますので、はい、最後まで見てくださいね。はい、はい、というわけで。はい。はい、先生、本日はありがとうございました。みけん先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。長くチラチラチラ、ありがとう。ありがとうございますね。いや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 。あれ？残り一人でやることになる。まさかの、まさかのでした。さあここでご登場いただきますよ。店長、店長、深谷店長です。深谷店長です。深谷店長の深谷先生です。この撮影場所に使っていただいてます漫画空間公園地点店長の深谷明と言います。はい、そうです。よいしょ。はい。山美ファンの皆さん、こんばんは。パチ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 、レガヤ。はい、出ますね。さあさあさあ。はい、大丈夫ですよ。はい、はい、はい。はい、はい。店長が来たということは？はい、マガ空間の告知のコーナーです。はい、ぜひお願いいたします。漫画空間というのは東京高円寺に、あ、名古屋に本店があるんですけども、東京では高円寺北口出てすぐのところにある、漫画が描ける漫画喫茶となっております。うん、はい、漫画が見えるところです。見えます。そこがホームです。うん、で、はい、漫画を、お読みになるだけでも結構なんですけれども、うん、普通に店の机を使って漫画を描いていただいてもいいと。で、なるべく長居していただいた方が嬉しい。もう手ぶらで来ても漫画を描けるんですよね。はい、使い慣れた道具持ち込んで、自分の道具持ち込むのも結構ですし、手ぶらでいらっしゃっても、ここにあるものだけでもう一通り漫画が描ける道具が揃っているので、まあ、ね、プロがよく使う道具を厳選しておいてますもんね。はい、もうペンの類からトレース台まで、コピックもありますし、デジタル席ではコミスタクリスタ、フォトショップサイト取り揃えておりますので、はい、ぜひご利用ください。はい、お高いんでしょう。1時間600円ワンドリンク付きです。いやーい、道具使い放題。はい、で、漫画は時間のかかるものですからね、1時間600円と言いますけど、3時間になると1400円で、そこ以降が30分100円と、はい、時間が長くなると多少割安になる、うん、まあ、しっかり漫画描く上ではそんなに高くないですね。はい、だから3時間から6時間粘っていただくと、一応それなりのコストパフォーマンスがあるかなと思います。はい、実際に前私利用させていただきまして、うん、はい、深井店長にいろいろこうアドバイスをいただきながら、アドバイスも入れるんですよ。うん、そうなんです、書いておりました。本気で漫画を描こうっていう声優さんだからね。はい、そう、頑張ってます。頑張ってます。ついこの間、なんと、ランチ会があったんですよね、店長。あったあった。あ、そうですね。ランチ会ね、あ、そう、マミさんにも来ていただきました。参加しちゃいました。なんだ、言ってくれれば俺も行ったのに。でも行ったような気がするけど。いや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 。鈴木さんが来るって言ってくれたなっていう話。いや、番組で言いましたよ。写真が映ってる。はい、出てます、出てますね。だって本当に来ると思わないじゃん。一応お店のね、お客様同士で、まだ、はい、まだここ開店したばっかりなので、うんうん、まだお客様同士でいろいろ触れ合っていただこうと思ってランチ会を企画しまして、はい、一応、はい、まあ、はい、しましたね。みんなで作品持ち寄ってもらったりして、いや、こうね、本当に見せ合いながら、すごいいろんな方々が、すごい本当にね、こういったイベントも。これからどんどんやっていこうかと思う。でも始める前はね、もうやったものもなんかもうグズグズで、誰もなんかみんながムスッとしたまま帰ったらどうしようと思ってたんですけど、割と皆さんなんか楽しそうにお話、お互いね、お互い知り合ってお話して帰っていただけたので、すごい良かったなと。人たちがそうして集まる機会ってなかったの。いや、本当にみんな、そう、もう自己紹介と同時にどんなの書いてんですか、見せてくださいみたいな、あ、そちらも見せてくださいみたいな
感じで見せ合いながら、なんかすごい話が、うん、そうそう、みんなでネーム見せ合ったりしてて、おへえ、すごいよかった。姉さんもネーム見せなかったんですか？私はちょっと持ってくればよかったのに、あのネームをみんなにお見せすればよかったのに、私も書いてるんですけど、なんかカレーの話とかでも出てますよね。なんかカレーね、姉さん手作りしたんですか？え、してないよ。あれはなぜか名古屋から空輸のカレーですよ。おお、そうなんですか。なんかここのオーナーが、うん、あこれこれこれ、そう、私が撮った写真だ。そうなんです。オフィシャルにお店の人間が誰も撮っていなくて、あ、みんなあたふたして撮ってなかったの。私がなんとなく撮ってたやつ。誰か撮ってませんかって募集したら鈴木さんがね、あげてくれた写真ですけど。すごいじゃないですか。スリランカカレーなんですよ。一つがエビ、小エビが入ってるカレーで、一つがカシューナッツが入ってるカレー。煮込まれたカシューナッツが、そのなんかこう、軽く崩れる感じの食感がね、すごい美味しそう。想像するだけでうまそう。カシューナッツめちゃめちゃ入ってますね。めっちゃ入ってた。私ナッツすごい好き。これがでも本当にこれ全部そうなんですよ。そのピーナッツみたいなポリッポリじゃないんですよ。なんかもう本当にクシューって感じ。微妙。本当に自然とほどけとろける感じの食感で、すごい美味しい。美味しかった。これなんとか回ったらいいですね。ナンね。ナンね。ナン。うん、確かに。ね、すごい美味しかった。これ本当に美味しかったよ。これ、だってあれでしょ？マンクーで？ね、一応この間やっと保健所の審査が通ったので、これから食べ物出せるので、はい、いずれここのレギュラーメニューにしたいらしいです。はい、絶対食べるべき。もともとここ炒めし上がったところだしね。一応厨房の設備あるんですよね、いろいろ。俺仕事が増えるなとは思ってますけども。このカレーがいずれ食べれるようになるかも。一応ここでメニューとして出したいということで。食べに来るだけでも。もともと深谷さんは料理もできる漫画家っていうね、いや料理、食い意地の張った料理好きの漫画家であって、料理ができるわけでは、まあ、でも漫画の中にもすごい料理美味しそうに出てくるじゃないですか。いや、ご飯作るのと作るのと違うでしょう。お腹空いてきた。本当ですよ、この時間にね、ご飯出るお腹空いてきたね。あ、で、まあイベントとしてはこういうランチ会、いずれはまあ、ね、ディナー会とか夜の部門をお酒出したりもしたりも、そういうのをしながら、いよいよあれですよ、今までちょっとゲリラ的に個々の希望者に対応してその場でやってた僕のネーム講座が今度の日曜から普通に正式に開催することになりましたので、皆さんどんどん申し込みお願いします。お待ちしてます。お店にお電話くださっても結構ですけど、ツイッター の公演地点のアカウントにリプライでも受け付けます。お手軽。あ、でも先着6名様で、はい、まあ、1人お一人からやりますか。はい、ぜひお気軽にいただけるそうですよ。そしていろんなイベントやっていけたらいいですね。そうですね、いいですね。そのうち原画展とかもね。そう、当初から言ってる計画で原画展ね、作家さんいろいろ僕つながりである作家さんいっぱいいるんで。そういう時はね、また番組とかにも呼んでね、ガーッて盛り上げていきたいなって思います。そばにいろいろやっていきたいと思います。はい、それと明日はですね、明日東京 MX テレビの、はい、夜9時からのバラ色ダンディというバラ色ダンディ番組でこの漫画空間が紹介されます。おお、東京 MX29 時ですよ。ぜひ見てください。なんかちょっと前に日刊スパー29時です。はい、29時って何時だろう。翌日の5時に21時と9時が待ってたんですね。21時でございます。ちょっとさすがに見逃せなかったです。21時です。ありがとうございます。みんながね、5時まで起きちゃ大変だもんね。そうですよ。21時ですよ。そう、なんか日刊スパで、あれなんですよ、そのデートスポット、うん、カップルのデートスポットとしてなんか記事が取り上げられたんですよ。え、ここが？ここが。おお。そんな、確かにカップルのお客さんね、一定数いらっしゃるんです、なぜか。カップルで漫画を描く。書くっていう面白、まあ、まあ僕と一緒に書きたいっていう女性がいらっしゃれば言ってくだされば、言ってくださいね。でその日刊スパの取材の方が来てる時もたまたまこうカップルの方がいらっしゃって、でなんかその記者の方がそれで、あ、なんか新しいデートスポットになりうるかみたいな記事にしてくれたんですよね。すごい面白い、うん、私に声をかけてくださればぜひここでデートスポットとして役立てることができます。その記事を見た MX の方がもうその切り口でもうデートスポットとしてなんか取り上げたいっていうあれで来たんですよ、テンションで。無茶な話だ。だから別にいいんですよ、カップルの方ね、実際いらっしゃってますし、はい、でカップルだから全然なんか通りがかりに興味本位で入ったのを僕捕まえて、じゃあ書いたことなくても大丈夫ですから初歩的なネーム小回りしてみませんかって言って、普通に小回りさせたりとかしてるんですよ。で
なんか何書いてんのみんなやみたいな、そういう、なんかそう、あのお互いね、そんな普通のカップルだから、あのお互いがお互い、なんか普段漫画なんか描かないじゃないですか。だから初めて相手の絵を見たりして、意外な面にこう気づいたりとかするわけですよ。すごいね。まあ、そのぐらいの言い方ならね、あの嘘じゃなくて本当にできると思うんですけど、なんか、じゃあそこで、そうやって愛を育んでいらっしゃるんですねっていうなんかまとめをくださいとか、でその愛を育むというワードを言わないといけないんですかねみたいな。たまたま私あのちょうど取材の時にお手伝いさせていただいてて、これだから見てたんですよ。店長大変だなって。ディレクターさんがねの指示がね、なんかよく漫画家さんもなんかネタにしてますけど、なんかやっぱりこのあらかじめなんていうかこちらの話を聞いて、あそれも面白いですね、じゃあそれやりましょうっていう感じよりも、なんかもう演出プランがしっかりしてらして、もうそれに沿ったなんか、まあ、まあ真剣に描いた漫画っていうのはね、まあ、書き手の本性が出ますからね、そういうところでこうねカップルがお互いを知るっていう意味ではいいんじゃないでしょうかぐらいの言い方だったらいいんですよ。だから俺もそれそういう感じで喋ろうと思ったんですけど、なんかもうスポットの一つに一つにこれから新しく、そういう意味で必見の番組だっていうわけですね。でも俺がもう非常にヘドモドしてると思います。なんかこれとこれは言わなきゃいけないんだよね、でこれはさっき言ったのが使えるからとか、なんかやっぱりテレビタレントの皆さん大変だなと思いました。なんか店長頑張れって面白い。結果的にもう何をどう編集されてどうなってるのか分かんないんで、その辺なんか、はい、あの皆さんよかったら見てください。はい、明日ですよ。でまんまと夜中にちょっとあのカップルのお客さんいらっしゃったんですよ。なんかその彼氏の方もいろいろ聞かれてましたよ。なんかこうどうしてこう来られたんですか、ここデートスポットとしてどう思いますかみたいな。大変だな、大変だな。でも漫画描くカップルでそして来るのは本当に幸せかもしれないですね。いや面白いね、一緒に漫画を描けるなんて、一緒に焼肉屋行くよりなんかもう深いある意味深いカップルじゃないんですか。雰囲気すごくいいですからね、この空間。そうすごい、おしゃれなんですよ、ものすごい。おしゃれおしゃれ。ね、やっぱ深谷先生のこのねガラス全面に描かれたすごい巨大な絵があるんですけど、これがやっぱおしゃれ。あ、そうこのガラスの絵 の、うん、あの左上の方にちょっと普通のなんか男の子の顔が描き加えられてあるんですけど、これはこの間 の、 あのランチ会の最後にイベントでじゃんけん大会をして、優勝者の顔を僕ここに描きますって言って、生描きしてくれたんです、ここに。オープン当時からね、こっちが書き変わりましたよね。そうですね、あのちょっと普通にこう正面からの女性の顔だったんで、ちょっと漫画っぽい感じにしようかなと思って書き換えました。すごいな、ますますすごいことに、ね、はい、はい、なんかさっきもちょっと書き入れてませんでした。書き入れてました。ちょっとこうあのいっぺんに書き直すの大変なんで、これからちょっと日々ちょっといろいろちょっとずつ書いていこうかなと思って、はい、今後また季節ごとにちょっとずつ書いたりとかするんですかね。そういうことですよね。ちょっといきたいと思っております。ぜひ楽しみに、ぜひ皆さん楽しみにしていただきたいと思います。一応言うことを全部言いましたがね、はいはい、ランチ会の話と、はい、ネーム講座をちゃんと始めますよっていうのと、はい、明日の夜9時から、はい、もしくは21時から、はいはい、東京 MX に出ますので、はい、笑いのダンディという番組で、まあ、コーナー自体その番組の中の10分ぐらいだと思うんですけども、うん、ぜひなんかあの僕のなんか慌てふためき具合を見ていただけたらと思います。というわけでですね、はい、漫画空間高円寺店店長の深谷明先生でした。ありがとうございました。お邪魔いたしました。ありがとうございました。さあ、あと10分だって。やばい。え、ちょっと今日なんかまだあと10分も話すことがいろいろ残ってるの。いっぱい残ってますよ。いっぱい残ってるよ。ヤガミ先生終了して深谷先生でもういいじゃん。はい、いやまだなんですかね。スポンサーさんがもらえますよ。なんか守谷の方からあるらしいじゃん。はい、マンガアネックスサポーターの、はい、はいはい、そこ私の話ですか。そこですよ。あれそこの前に1個あったじゃん。ここほら、ここほら、あるでしょこれ。これ今完璧でつったよ。完璧。飛ばします。完璧でつった。飛ばさない。飛ばさない。完璧でつったよ今。何ですか？見てないっていう。ですね。はい、この漫画アネックス、第1回目ゲストでいらっしゃいます江口久志先生が、はい、ですね、漫画家によるあの仏の世界展というものを前のアネックスでもお伝えしたんですが、前回、京都で開催がされているというふうにお伝えしました。で今回東京の芝、増上寺
というところでですね、5月1日から13日まで、展開がされます。はい、もう京都ね行けなくて残念に思ってたけど、うん、ぜひぜひ、まあ、行かなくてよかった、はい、そしてですねキングオブポップ予告編展というものがですね、はい、5月1日から7日まで吉祥寺リベストギャラリー層にて行われます。5月3日から6日には江口先生によるライブペイントも行われるということなので、ぜひ皆さん見てみてください。はい、これはですね、原稿社から出版される3冊組のイラスト集キングオブポップ、まあ、こちらまだ発売未定なんですが、うん、の予告編的な、まあ、展覧会ですね。はい、こちらもぜひ皆さん行ける方はですね吉祥寺に、はい、そうですね、はい、リベストギャラリー層にて、はい、行われますので、ぜひぜひ皆さん足を運んでみてください、はい、という駆け足の報告となってしまいました。はいはい、はい、さあさあじゃあ11ページ真ん中ら辺いきますか。行きましょう、11ページ真ん中ら辺いきます。はい、はい、漫画アネックスのサポーター募集のお話をさせてください。はい、続きましてですね、はい、この漫画アネックスをお送りしております、株式会社ニコから、はい、もう一つ漫画 TV サポーターズクラブ解説のお知らせでいたします。はい、株式会社ニコは漫画の力で東日本大震災復興支援しようを合言葉に、漫画ネクストをお送りしている漫画テレビをはじめさまざまな活動を行ってまいりました。漫画、はい、ネクストでも、今日江上健先生に書いていただいたように復興支援応援イラストボードサイン式などを書いていただいております。漫画テレビはさらなるパワーアップを目指して4月2日から漫画テレビサポーターズクラブを発足いたしました。はい、会員になりますとですね、毎回来ていただくゲストの先生が描いた、うん、サイン色紙などをもとに、うん、毎月1種類から3種類の会員限定のオリジナルグッズを制作いたしまして、はい、会員の皆さんに お送りします。はい、どんなグッズどんなグッズを作るのかは登場いただいた先生にカードを引いていただいて決めていただくという、なんとも先が読めないハラハラドキドキのプレゼント企画なんですよ。さあ、会員になるためにはですね、はいはい、この画面の下にバナーありますね。ありますよね。ありますよね。こちらですね、ニコニコ.co.jp/P619 サッシュというのが出てますね、下に、はい、ね、こちらにアクセスしていただきまして、ね、入会申込書をダウンロードしていただき記入いたしまして、うん、info@nikoniko.co.jp、うん、こちらにメールで送っていただくか、うん、024-563-4358 へファックスしていただく形となります。はい、テロップ出ました。ちょうど上にテロップが出ましたね。はい、024-024どこ024、うん、024 大丈夫です、024で届きます。はい、024-563-4358ですね、こちらに送ってください。福島ですね。あ、福島ね、はい、はい、会社2個は福島の会社、福島の会社なのでね、はい、さあ、会費は月に2000円、3ヶ月6ヶ月1年3ヶ月6ヶ月1年のコースがあります。はい、おーい、会費を払ったことが確認をできた月のグッズから毎月会員限定オリジナルグッズが届くのはもちろんのこと、はい、6ヶ月以上の会員になった方は年末に大ビンゴ大会、これさちょっとプロレスさん、あのね、5時まあいいや、それはまあ、よく読めます。大ビンゴ大会を開いて、レアグッズとか、はい、何これ、プレステ4が当たったり、これから計画していく、さまざま、だって書いてあるし、さまざまなイベントにお誘いも届くそうですよ。はい、そしてですね、はいはい、前回のアネックスで募集いたしましたら、はいはい、早速、まあ、結構な数の入会申し込みがありまして、はい、株式会社ニコの代表が約束していた漫画 TV 専用ホームページを立ち上げることになりました。楽しみ、いやいやいや、なんかもう少しサービス欲しい、はい、足りないと、足りない足りない、まあね、数が増えたらいろいろ、そうそうそう、いろいろことできると、はい、今月中に入会してくれた人にさ、はい、漫画ドリップコーヒーをプレゼントしたってこと？どうなの？苦笑い出た。苦笑い出た。あれ？苦笑い。二個。二個。二個ね。二個いいです。あ、二個いい。あ、二個だけ。株式会社二個だけに。二個だけ。はい。二個。え、シーハンターの二個。必ず入れます。え、それすごいじゃん。ね、こちらシーハンターのやつを、マジで？必ず。単品ね。単品で一個ずつ。え、じゃあ今月？これを一個ずつ。あ、これが一つずつですね。あ、じゃあ決定決定。じゃあ今月中に入会してくれた人には、これシティハンターの漫画ドリップコーヒーを。はい。2つ、もれなくプレゼント。プレゼント。言ってみるもんだ。いや、いいじゃん。これいいじゃん、これいいじゃん。褒められますよ。やばい。私も紹介してもらって。ぜひですね、漫画アネックスや姉さんのですね、マンクー女学院だけでなく、今後スタートする番組の情報やそれ以外にも漫画に関するさまざまなコンテンツを集めまして、皆
皆さんに楽しんでいただこうという計画中です。どんな番組にいたいかなという話もね、送ってもらえるといいかなと思います。あと5分だって。はい、ホームページの進行状況なんかも、ね、随時この番組でお知らせしていきたいと思います。はい、というところですね、駆け足でいきます。募集しているものをお読みしますね、はい、漫画読みのドツボを募集しております、はい、そしてアネックス国民アンケート、次回のテーマはキスとハグ、どちらあなたはどっちにキュンとくるです。はい、投稿はインフォアットマーク漫画ハイフンアネックスドットコムまでお願いいたします。姉さん、何か告知ありますか。はい、あさってです、29時、こちらで漫画空間公演時点より私の MC をさせていただきます。ゲスト決まってないマミネの、あ、本当ですか。マミネの漫空女学園21時から、まったりお疲れ、1週間お疲れさん番組やってます。ぜひ見てください。はい、ぜひ本当にゲストいなかったら僕行くかも。ぜひ来るかも。モリアはありません。はい、モリアはツイッターと、はい、ツイッターよろしくお願いします。はい、はい、そして次回のゲスト、はい、あ、見ますよ、ありがとうございます。しましょう。4月10、次はこれはなんで5月5月、1日ですね。5月1日、はい、8時からゲストは俺が呼んだんじゃん。アイデン、ミミヤ姫などの愛の作家、はい、田中豊先生をお招きいたします。アイデンの人ですよ。アイデン傑作だから読めない人はもうね、今のうちに読んどくといいよ。ぜひ皆さん、漫画史上に残る傑作だから。傑作ですよ。というところですね、はい、プレゼントを改めてご紹介いたしましょう。はいはい、株式会社ニコがプロデュースしている筋肉マンのイラストが入ったマンゴードリップコーヒー10パック、そしてシティハンターですね、シティハンターのマンゴードリップコーヒー10パックを2名様にプレゼントいたします。また先ほどですね、八神先生にサインしていただきましたコミックスも1名の方にプレゼントいたします。番組公式アカウントのアットマーク漫画ハイフン、あ、失礼いたしました、アットマーク漫画、アンダーバーアネックスをフォローしていただき、番組を見ながらハッシュタグ漫画アネックス、ハッシュタグプレゼントをつけて感想などをつぶやいていただくか、 E メールでお名前、住所、電話番号、ハンドルネームと漫画読みのドツボ、またはアネックス国民アンケート宛ての投稿を記載いたしまして、 info アットマーク漫画ハイフンアネックスドットコムまで送ってください。はい、漫画アネックスで漫画空間のように番組を一緒に盛り上げてくださる企業だったり、もちろん個人の方もお待ちしております。サポータースクラブも大募集中ですからね。はい、はい、はい、この番組は株式会社ニコと漫画元気発動計画の制作でお届けいたしましたという駆け足になりまして、はい、本日漫画アネックスを相手は鈴木まみと森谷優斗、ピカピカカシでございました。はい、漫画アネックスまた来月またね、ありがとうありがとうございました。よろしくお願いいたします。まず7日です。